皆さんは、ニートと聞いてどんな生活を思い浮かべますか？部屋に一人で引きこもり、ネットばかりやっているようなイメージが強いのではないでしょうか。しかし、今回ご紹介するイッチは、ニートですがなんと山奥に住んでいると言います。一体山奥に集まったニートたちは、どんな生活をしているのでしょうか？山奥に14人で住んでるニートだけど質問ある？こんなとこに住んでる。山奥ニートやんけ。有名なんか？Y の大学の講義で特集の映像流れたんを。なんだその拷問。何か地上波で特集されてた？前あったね。最近も某バラエティからメール来たけど面倒くさくなってきたから無視してる。あれか？漫画家の卵が集まってるやつか？それ違う。どこだろ気になる。ギークハウス的なあれ？ギークハウス的なのに憧れて始めたけど、最近来た人はギークハウス知らないんだよな。ギークハウスプロジェクトとは、エンジニアやクリエイターなどのためのシェアハウスを作るプロジェクトです。いつからいるん？4年前から山奥暮らし。なんかテレビであったな。金とかどうやって暮らしてるんや？たまに草刈りとかでバイトもらったり、知り合いの旅館でバイトしたりする。でもほとんどはニート。それで成立すんのか。食って寝てるだけならほとんど金かからん。ガチやん。暇な時何するん？アニメ見たりゲームしたり、今期はグリッドマンとゾンビランドサガだな。ネット繋がっとるんやな。ケーブルテレビ会社がネット引いてくれる。すごい。面白い。発起人とかいるわけやろ？どういう感じで始まったの？ NPO がニートを山奥に住む活動を応援する。ニートが山奥に住み着く。NPO の代表が亡くなる。ニートが NPO を自主運営してる。今ここ。ニートアクティブで草。住む場所他になかったから仕方ない。動画見たけど全員ニート顔で草。なぜかニート顔ってあるよな。なんなんだろ。農業は順調か？農業やる人がしばらく離れてたからあんまり。でもこの前戻ってきたから昨日から苗の準備してる。どんなもん食ってる？昨日は鶏肉を煮込んだやつと、中華丼みたいなの食べた。ダンボールのサンダル履いてるやつまだおるんか。実家帰っちゃった、寂しいね。それほど山奥でもないなこれ。この集落、ニート覗いたら人口7人やぞ。これまで、何人くらい抜けていった？抜けてく理由は？5人くらいかな。数えるのめんどいから適当だけど、家の都合が多いかな。あとは就職決まったり。家の都合ってなんや？親から引き戻されるんけ？詳しくは知らないし個別のケースで違うけど、まあいつまでもニートしてると親が怒るんでは、あと介護とか。丁寧に回答してくれてサンクス。ニートの親なんて、家から自立してくれるだけでもありがたがりそうやのにな。介護。そのニートって、もうニートじゃないんじゃ。帰った人はニートじゃない人が多いかな。今はもともとニートだった人より元会社員の方が多いと思う。ワイも言っていい？最近は人多すぎるから絞ってる。ごめん。何か選考基準ってあるんか？とりあえず、何度も遊びに来てくれた人優先。ワイも言っていいか？遊びに来るだけならまあ、ニートが暮らしてるだけだから別に面白いことないけど。大勢が行くと崩壊が予想できる？単純に部屋がもうない、別の古民家借りてくれる人がいたら増えれるけど。ああなるほど、なんで14で安定すんのかが気になったんや。教えてくれて3月や。みんなでいろいろ活動してると寂しさもなくなって楽しい？活動というか遊んでるだけだけど、少なくとも退屈しない。金はどこから？人によるけど、年間20万くらいで生活できるから、少し貯金あれば十分ニートできる。年20万。食うものは自給自足？正直自給率は低い、所詮ニートだから。収入の出所は？夏は知り合いのキャンプ場でバイトしたり。春と秋は？春は梅取り。秋は草刈り。足は？村の人に車借りたり、住人個人の車だったり。なんだかんだで一応免許はあるんやね。年20万は強い、何食っとるんや？普通にスーパーとか業務スーパーで買ってきたものを 100% 自炊だし、買い食いできないし。年20万でゲームってわれ？ネット料金は？月2万だから年24万。これは生きるための最低額だから年金とかゲーム代は別だよ。ただの底辺やん。電気ガス水道は？水道は山から引いた水だから無料。ガスはプロパンだけどあまり使わない。電気代はめっちゃかかる。ノットニート定期。ニート原理主義者オフスオフス。家賃ゼロで電気ガスネット水道冷暖房込みで月1万6千円な。月20万ないとワイは無理やな。都会だと家賃あるから大変だなと思う。食品1日500円月1万5千円。光熱費月9千円がルールなんだな。税金ってどうなってるんや、住民税とか。収入少ないからかなり安い、あと田舎は安い。なるほどな、3月。国民年金は？年金は親が払ってくれてたんだけど最近は妻が払ってくれる。妻は何してる人？会社員。紐で草。妻も一緒に山奥で暮らしているの？妻とは別居、単身赴任的でニートしてる、財布は別々。すごいなそれが許されるってどんな関係や。もう一緒に暮らすことはないの？
それとも、一致がこの生活に満足したら戻るの？まあ妻もいつまで仕事やるかわからんし、お互いに好きにしたらって感じ。これニートじゃねえよな。ただの底辺フリーターだよな。家賃の分浮いてるだけ。マジで病気になったらどうすんだろ。ニートと呼ばれるのと底辺フリーターって呼ばれるの、どっちがいいことなのかわからんけど、病気になったら潔く諦める覚悟はある。俺以外は妻とかいないから真っ当なニートだよ。調べたら NPO 法人後ろにいるんだな。でかい病気したらどうするんやろ。NPO 法人、主要メンバーイコールうちの住人。でも死んだ理事普通の人やん。代表何歳やったん？80近かった。殺してないぞ。国とかも食料自給率の向上のためにこういう活動をもっと率先してやってほしい。初期メンバーどれくらい残ってんの？どこまで初期メンバーっていうかわからんけど、大体残ってる。基本的にはずっとそこで暮らしているというよりは、自立して外に出るのが目的なん。ここを出たならそれはそれで社会復帰だし、出ないなら出ないで過疎集落に人が増えていいこと。過疎集落が欲しいのは働ける若い人材だからお前らじゃない。それでもいないよりマシって言ってくれるよ。まあ今時ネットあれば暇なんて潰せるし、モラル捨てたら何でも割れるし、欲望捨てて質素に暮らせば生きてけるんやろうね。病気とか怪我したら死ぬしかなさそうやけど。割らなくてもネットフリックスとかみんなで見れるから無限に時間消えるよ。ゲーム持参してるってマジなの？他の人が遊び終わったゲームやったりはする。まあ今時ネットを趣味にして節制すればお金なんてかからんもんな。ギャンブルとか風俗が趣味な人は山奥暮らし無理だね。楽しそうやな。楽しいぞ。ワイもやってみようかな。やったらいい、遊びに行かせて。楽しそうやな。ワイもこういうの参加したい。北海道あたりで誰かやってくれんやろか。雪降るところは、それだけで仕事増えるからニートには辛そう。最初どうやって人集めたんや？ニコ動で配信した。平均年齢っていくつぐらいなの？27歳くらい。一番下何歳？19。ホモおるの？おらんのじゃない、知らんけど。女おるの？一致何歳？女いるよ、30歳。美人を？美人もイケメンもおるぞ。女が入ってきて揉め事とか起こらんの？おたさの姫的な。こういうの入りたがる女予想やな。自尊心高くて自分大好きだけど自信持てないメンヘラとか。今のところ問題ない。いい人が来てくれて本当に良かった。もっとメンヘラな人が来たらどうしようかと不安はあった。美人がいるとレスがあったけど、その美人とニートが付き合ったりとかはないの？これからに期待。でもあんま修羅場は勘弁してほしい。一度入ったら何年までそこにいていいの？ずっといるって言ったら周りのじいさんばあさん喜ぶよ。じいさん、ばあさんたちと仲良くやってるんだね。今は楽しいからいいかもしれないけど60、70近くなったら地獄だな。ずっと山奥で住むなら別だが。60、70になった時に一人だったら地獄かもしれんけど、いっぱい同じ境遇の奴らいたら楽しそうじゃね？お前のブログっぽいの見たけど、みんな働くの嫌がってるのに成り立つってのは家から金もらってんの？働かないために少しは働く。これになりたい。親から仕送りもらってるやつってどれくらいおんの？知る限りではゼロ。知らないだけでいるかもしれないし、いても全然いいと思う。これが流行りの刹那的生き方やね。定年まで待って好きなことしたいとか言ってるやつ、どうかしている。ずっと死ぬまでそこで生きていこうとしてる人っているん？多分誰に聞いても、先のことなんてわからない、って答えそう。これから先の不安とかないんか？全然ないな。就職しなきゃと思ってた頃の方が絶望してた。山奥ニート全体の将来ビジョンとかはあるの？ない、他の家借りる人が出てきて、村全体がニートになったら面白いだろうなとは思う。月どれくらい労働してんの？月によって違いすぎるから平均は言いにくいな。労働って言っても、都会と違って休憩多いし楽だから働いてる気あんましないし。太陽光置いてマイニングとかしない？投資してくれる人がいて、やる気ある人がいるなら。もう一軒古い家借りて、ゲストハウス作りや。やったら面白いな、自分はやる気ないけど。バイトしてる人と農業する人に分けてのんびり過ごすの楽しそう。陽キャが山奥に集めると葉っぱかと思われるんを。どっかで大麻栽培してたのが検挙された時、警察うちに様子見に来たからマークされてる。個人の部屋とかあるの？今は全員個室がある。プライバシーもある程度あって、めちゃええな。一日の大まかなスケジュール教えて。11時起きる。12時一人で飯作って食う。13時リビングでゲームやってたから一緒に遊ぶ。19時誰かが飯作ってくれて食う。あとダラダラ。性行動的な生活で憧れるな。近くに図書館ないから本読まなくなったけどな。貯金ってあるんか？少しだけ。なくなって働けなくなったらどうすんの？煽りやなくて不安やないのかなって。少なくともあと20年くらいは体動くだろうし、それまでに十分生きたって思えるようにしたい。それでも本当に積んだ時はきっと不安になるけど、80歳まで生きる前提にしたら正社員以外の選択肢なくなってしまう。
正社員なれる人はなったらいいよ。僕は正社員になれないから、なれないなりの人生を見つけたい。どういう人が集まってる傾向にあるとかあれば教えてほしい。本当に普通の人だよ。特殊技能があるわけじゃないし、思想が特別なわけでもない。ただ生きてるだけで十分生きたってなれるんか？山奥で暮らしてると、ただ生きてるだけで楽しいんだよ。雨上がりの山にかかる霧を見たり、深夜住人が偶然集まってくだらない話したり、それで十分。でもそれで満足なら現状で十分生きたってなっとるんやないか？それでもまだ生きてるってことはやっぱり足らんのやないか？何度も申し訳ないが本当に煽りやなく純粋な興味や。今は生きてて楽しいからな。でもいつかは死ぬから、死ぬ時になるべく後悔を少なくしたいってだけ。今もし事故死してもまあ割と満足だよ。ワイは満たしても満たしても足らんくて死ぬのが怖くてしゃあないからよくわからんわ。回答3月。この生活できるには才能もあると思うわ。多分ワイなら2年くらいで発狂しそう。教養とは暇を潰す技術でもある。暇だからって酒飲むやつはニート向いてない。ワイ教養を見た系は、想像と妄想だけで5時間は過ごせる。無職の才能あるな。これからは俺たちの時代だ。待ってくれ、もう一回質問させて。一番の不満は何？不満見逃してた。なんだろ、ミニスーファミのコントローラーのボタンの反応が悪くなってきたこと。おいおいおい、ユートピアか。でも俺がそう思ってるだけで、他の住人は不満を感じてるかもしれない。そんな地獄みたいなところがあるんやな。楽しい地獄だよ。みんな、旅行に行きたいとかは思わんの？村でひっそりしたい感じ？俺はフラフラするのが好きだからよく出かけるけど、みんなはそうでもないみたい。暇だから遊びに行っていい？土産はクリア朝日でいいよ。すまん、ストロングゼロしかないわ。誰かここか別場所でもいいからワイと一緒に作ろうや。猛烈にわかる。うちの地域だったら少しは顔が利くから、物件探しを手伝える。と思う、やってみないとわからないけど。よっしゃ、じゃあお前らも新たなユートピア作り頑張ってくれよ。ある程度まともになったらワイが言ったるわ。ワイはのんびりした生活が無理やから無理やな。働きたくはないけど。はっきり言って羨ましい。誰かと一緒に住めないからワイ無理や。楽しそうでええやん。自分がこうなりたいとは全く思わんけど。人によって受け取り方全然違うんやな。当たり前やけど。ただ集まって暮らして何になるんやろ。何にもならん。生きて死ぬだけ。いかがでしたか？皆さんは、一致のような生き方を羨ましいと思いますか？スレミンの中には、一致のような生活には耐えられないという人もいました。やはり、どれだけのんびりしていて平和そうな生活でも、向き不向きはありますよね。続いては、こちらのスレを紹介します。今回ご紹介するのは、警察に対しいたずらを仕掛けまくる一致のエピソードです。あまりにも突拍子もない一致の行動に、警察はどんな対応をするのでしょうか。警察と一致の思わず笑ってしまうやりとりをお楽しみください。完全版なにわのシューマッハ、本当に暇すぎるので捕まってみた。警察の人って怖いんだね。ちょっとふざけた態度取ったらすぐ怒るのな。俺がバイトしてたカラオケ屋で警察沙汰の事件とかあったけど優しかったのに。裏表って怖いね。ことのいきさつはこうだ。22歳、無職、ニートの暇すぎる俺に一つの出会いがあった。意味不に乗っていたスレ、警察署の前で叙々立ちである。これは、このスレは、面白い。なんて面白いスレなんだ。この一致は神だな。ネタにしてもマジにしてもこんなにクオリティの高いことは俺には一生できないだろうな。いつものようにビップでコテでも煽るか。そう考えたとき、どこからともなく俺の心に響く声が聞こえた。諦めたら、そこで試合終了だよ。ニート、24男性。いや、君には言われたくないよ。だがしかし、彼の言うことも一理ある。ドクン、ドクン、俺の中で何かが弾けた。やってみるか。そうとなれば善は急げ、俺は100均に走った。購入したものは黒のセカンドバッグ、小さなビニール袋、塩。まず塩の水分を飛ばすためフライパンでいる。そしてそれを自分の部屋に持っていき、ビニール袋に少しずつ、詰め始めた。そして詰めたものを今度はセカンドバッグに入れる。くく、もう誰にも俺は止められない。ふはは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 。ガラガラ。ご飯できたよ。ニヤニヤして何やってんの？気持ち悪いなこのニート。いや、なんでもないよ。ニートって言うな。ご飯何？麻婆豆腐、早く降りてこいよ。ガラガラ、くしゃ。空気読んでよね母ちゃん。つまり塩を入れた小さなビニール袋を入れた黒のセカンドバッグから、白い粉の入った小さなビニール袋をうかつにもまろび出してしまった人を演じたわけですね。そこまでわかってくれたら話は早いな。まあそういうこった。麻婆豆腐を食し、胃の中を満腹にした俺は計画の実行を試みる。小さな交番ではつまらないな。俺はそう考えた。電車で12分かかる〇〇駅の近くに大きな警察署がある。俺はそこをターゲットに絞った。
すべての準備を終え、あとは実行に移すだけだが、チキンな俺は、心の準備をするために徒歩で45分かけて警察署に向かうことにした。本当は電車賃がないだけだ。貧乏なんだな。寺バカス。駅に到着した俺は足早に警察署に向かう。怪しげなセカンドバッグを両手で大事そうに抱えたニートが一歩、また一歩、と距離を詰めていく俺。そして、一歩、また一歩と遠ざかっていく。スルーすんなお。なんだよ、あいつ見向きもしねえ。もう2、3回前を通り過ぎただろうか？チラッとこっち見ただけで大して気に留めてない。うぜえ。こっちはこんなにドキドキしながらやってんのにひどくね？そんな温度差いらないよ。畜生。どうすれば呼び止められるんだよ。そして雑念が俺を襲う。雨の中何やってんだろう俺。なんとか雑念を振りほどいた俺は道端の不老者に目をつけた。ちょうど警察署から見える位置にいる。あのおっさんにこのバッグの中の白い粉渡せば怪しまれるんじゃね？徐々におっさんとの距離を詰め、バッグの中から白い粉を出そうとしたその瞬間。何見てんだてめえ。うわぁ、ごめんなさい。なんだあの親父？ちょっと近づいただけで怒鳴られたよ。あの親父きっと邪気眼持ってんだ。俺を巻き添えにしたくなかったから怒鳴ったんだな。うん、そうだ。そうに違いない。だったらしょうがない。うん、あの親父をターゲットにするのはやめておこう。邪気眼のおっさんを諦めた俺は、高校生をターゲットに絞り込む。遠目から見たら、いかにも話しかけているような感じで道行く若者に白い粉を見せびらかすニート。そんなことを繰り返すこと15分くらいだろうか？後ろから声がした。ちょっとあなた、さっきから何やってるんですか？来た、この瞬間俺はもうすでに勝利を確信した。これから始まる大レース。光太郎も牧場もびっくりだねこや。ゆっくりと後ろを振り向く。そこには二人の警官が立っていた。来たこれ。先ほどの質問に答えることもなく、俺はまた振り返る。そして次の瞬間、猛ダッシュ。怪しいなおい。アホ。とってもドキドキするスレですね。待ちなさい。とか、言ってんの、もう見てらんない。走りながら用意していた言葉を叫ぶ。俺は何話のシューマッパやあ。ここは埼玉。待てこらあ。銭形のとっさんかよ。待つわけねえだろ。なんかすげえ楽しそうな。楽しそうだな。結果から言うとあっさりと捕まった。2、3分逃げたかな？もう早いのなんのって。転ばされて腕すりむくし、超痛い。俺が何したって言うんだよ。慰謝料払えよな。そんで署に連れて行かれて質問攻め。いや、逃げたからだろ。母ちゃんかわいそう。ここから先、俺は常に体を震わせていたことを頭に入れておいてほしい。寒いんですか？まず、お名前は？日本語わかりません。What is your name？うわ、英語喋ってきた。簡単な英語もわからないようですね。か、関西弁なら少々。自分ふざけんのも大概にしいや。関西人かよ。警官乗りよすぎじゃね。警官はロス。お名前は？人に物を尋ねるときは、まず自分からって教わりませんでしたか？立花です。で、お名前は？何話のシューマッハです。ここだけ流暢に。シューマッハは昨日引退しました。お名前をどうぞ。立花面白いやつだな。〇〇です。では、ご職業は？風俗嬢です。ふざけないでください。ニートです。無職ですね。この国ではそういうのですね。お前は何人やねん。突っ込まれた。じゃあ本題に移ろか。そのバッグの中のもん見せてくれるか？関西弁やめてください。不愉快なので。あなたがそうしろと言ったんでそう？立花カム。では、バッグの中身を見せていただけますか？関西弁でお願いします。クスクス。ふざけんな。机を叩く。すいません。ついに切れた。すいません。一気弱す。バッグを開け中身を渡す俺。ビニール袋の中の白い粉を見て顔つきが変わる立花。覚醒剤ですか？いえ、塩です。まさか今使ってらっしゃいますか？ダッシュで逃げ出そうとする俺。が、別の警官に簡単に取り押さえられる。ジタバタもがく俺に立花が口を開く。お前なんで今逃げ出そうとしたんや。お前やっぱり売ってるのか。違います。本当に塩ですよ。封を開けに酔いをかぶ立花。首をかしげ小指の先に少量を取り出し舐める。これは、塩やな。塩バロス。バロー。5袋あった粉を1個ずつ確かめる立花。全部塩やないか。塩って言ったじゃん。最高の笑顔で親指を立てながら。立花困惑、すかさず俺の追撃、プラー。ふざけんな。机を叩く。すいません。自分が何をやったかわかってるか？塩をバッグに入れて歩いてた。公務執行妨害や。いや、俺は塩をバッグに入れて歩いてただけですって。ほな、なんで逃げたんや。対人恐怖症です。悠長に喋っとるやないか。やっぱこの人面白いな。カツ丼まだ？
んなもん出るか、ドラマ見すぎや、自分で食え。貧乏人め。自分無職やろ。傷ついたお。違います、ニートです。だから無職のことやろうが。この国では、もうええ、中年。立花クオリティ高す。まあそんなこんなでこの後くどくどと説教された。あんまり面白くないから省略。で、落ち着いた頃。もうこんなことしなや。次やったらほんまに訴えるで。左手で顔を隠し、右手で立花を指さす。俺は何度でも帰ってくるぞ、ジョナサン・ジョースター。やかましいわ。あ、こいつ多分ジョジョ好きなんだな。向かいは？いるか？あ、いえ、いいです。自分で帰ります。もう来るなよ。あ、はい。ほんとすいませんでした。そんなこんなで俺の戦いは終わった。なんか虚しさだけが残ったような気がしないでもないが。まあ、面白いから作ったところもあるが、立花とのやりとりは9割マジだ。警察署の前でジョジョ立ちをしてくれたイッチ、本当にありがとう。あのスレに出会って、俺、なんか変われた気がするよ。あと2ヶ月ぐらいゴロゴロしたら俺頑張ってみようと思う。最後に、付き合ってくれたお前らありがとう。お前らは、無茶、すんなよな。2ヶ月ゴロゴロ長いよ。VIP でこんな笑ったの久々。警察からすればいい迷惑ですが、なんとか無事に戻ってきたイッチ。なんと後日また新しいスレが立ちました。警察ってやっぱ怖いな、でも優しかったぜ。それは昨日の出来事、ニートの暇すぎる俺は日々悶々としていた。ほんと、いつも VIP 見てるだけ。他にやることもないし、いつものように VIP でコテでも煽るか、そう考えた時、どこからともなく俺の心に響く声が聞こえた。面白いことがないのなら、君がやればいいじゃない、ニート、24男性。神よ、またあなたなのか。でも面白いことって言っても簡単に思いつくものじゃないしな。俺が何やろうが面白くないし。まあ、釈然としねえがたり基本願でいくしかねえな。これはパクリか、流れが同じなんだが。ああ、すまん本人だ。週末か来たー。週末か来たこれ。俺は100均に走った。購入したものはケチャップ。今回はこれだけでいい。前回と同じ手は通じないし、何よりやりすぎると今日こそ捕まる。ケチャップを手にした俺はその足であの場所へ向かう。奴との決戦の地、そう家から電車で10分の駅にあるあの警察署だ。しかし俺は作戦を確かめるように徒歩で向かった。本当は電車賃がもったいないだけだ。警察署に到着した俺は恐ろしく落ち着いていた。これが慣れってやつか。奴らがビビる様、目に浮かぶようだ。物陰に身を隠し、ケチャップの封を開けた俺はそれを顔に塗ってみる。近くで見られたらすぐバレるな。まあ、今回は奴と絡むことが目的なので少しでも相手にしてもらえればそれでいい。知らないおばちゃんがチャリこぎながらこっちを見ている。恥ずかしいからみんな。準備を終えた俺は、警察署によろよろしながら歩いていく。そしてすぐさまその場で転んでみる。我ながら見事な転倒だったと思う。腕すりむいたし、超痛い。俺を見た警官が他の警官を呼んでいる。虚しいから早く来い。すぐに二人組で俺の方へ走ってきて。大丈夫ですか？立てますか？とか言ってるの、バレそうなので顔を伏せる。何があったんですか？話せますか？うわぁ、ちょっと救急車呼んで。はい、ドキドキする。立花はくてか。待ってください、救急車はいりません。はぁ、はぁ。大丈夫なんですか？大丈夫なので立花さんを呼んでください。その方が話が早いです。はぁ。立花召喚。立花流しか。立花さん、うちの立花ですか？はい。ちょっと立花さんいるか確認してきて。はい。よし。何ですか？いえ、はぁ、はぁ、早く来い立花。お名前は言えますか？ち、こいつ舌打ちしやがったぞ。こっちです。今立花さん来ましたから、お話できますか？ぷ、え？ち、こいつちゃんと教育しろ。お前が教育受けるべき。ご苦労様です、立花です、大丈夫ですか？はぁ、はぁ、おい、はよ救急車呼べ。救急車はいりません。大したこと、ない、です。立花来たこれ、立花。救急車いらないって、顔上げて傷口を見せていただけますか？はぁ、はぁ、話はできますか？お名前は？まず自分から名乗ってください。え？知ってらっしゃるのでは？この時すでに笑いをこらえるのに必死。立花萌え。何話の週末、は？は？すみません、もう一度お願いします。俺は顔を上げた。何話の週末、は？君か、アホなこと言うとらんとその怪我はどうしたんや。ケチャップに、やられて。立花覚えてた。ちくわロス。ケチャ？何？ここで俺の最高の笑顔発動。ケチャップにやられたんです。立花呆然、からの苦笑い、からのしかめっ面。帰れ。後ろの警官二人は呆然。立花。バルス。ちょ、あんたに会いに来たのに。やかましい、はよ帰れ。少し待ってって。今日はなんや、ふざけたこと言うと捕まえるぞ。どうしてもカツ丼が食いたくて。帰れ。後ろの警官二人呆然。ちっぴん棒人目。無職に言われたないわ。
ニートです。だから無職の区。この国では、中年。調子出てきた。後ろの警官一人だけ吹いてた。さすがや。わかりました。話を本題に戻そう。帰れ。真面目な話をしてるんですよ。手錠いるか？ノーサンキュー。帰れ。ツッコミに磨きがかかってる。前回の経験でレベル上がったな。わかりました。だがケチャップが恥ずかしいので洗面所をお借りしたい。ついてこい。いい子だ。やかましい。ポスター発見。痴漢に注意。立ち止まってみた。ほほう、痴漢ですか。物騒やからな。ほら突き当たり右や。お前ら友達みたいだな。ほほう、痴漢ですか。じゃねえよ。俺のコートの下が裸だとしたらどうする。手錠いるか。ノーサンキュー。立花は自分の部署に帰っていった。部屋の確認は OK だ。トイレで顔についたケチャップを落とすと先ほど立花が入った場所へ向かった。受付？と、言うか下っ端ぽいやつに話しかける。すいません。はい、何か？このケチャップを立花さんへ渡してください。は？立花さんに例の事件のことでって言えばわかる。早くしろ。下っ端に命令するのは気持ちいい。下っ端はよくわからないといった顔でケチャップを受け取り、それを立花の元へ運んでいった。立花と下っ端はこっちを見ながら何やらゴニョゴニョ話している。次の瞬間、立花が頭をペコペコ下げている。もしかしてあいつ偉いのか？やっちまった。上司だったらやば。立花が呆れた顔でケチャップ持ってこっちに歩いてくる。とりあえず手を振ってみる。ケチャップで頭殴られた。傷害罪だ。とても悲しそうな顔、すごく面白い。もう帰れって。私と立花さんって縁が深いと思いませんか？お前が勝手に来るんやろうが。立花さんもちょっと楽しんでるよな。やっぱツンデレ。しかし立花さんのリーナ。いやいや、絶対何かあるんですよ。もう帰れよ、ほんまに捕まえるぞ。いや、絶対何かあるんですって。どうです？この後？この後何？ラーメンでもおごってくれませんか？自分で食え。貧乏人が。うるさいニート。だからニートです。当たっとるやないか。はめられたお。ナイスツッコミ。バーロー、引っかかってやんの。本当はこの流れ気に入ってるんでしょう？ほんまはな。なぜ流れを変えた？天丼は一日一回でええんや。畜生、関西人は敵だ。畜生呼ばわりか、ほら帰るぞ。ちょ、強引に腕引っ張られて外まで連れて行かれた。マジで惚れた、これはやばい、テラツンデレ。ほら、もう来んな。バーカ、立花虫。バーカ、捨て台詞が幼稚。ケチャップを投げると、見事立花の背中にヒット。立花がこっちを向いたのですかさず、ブラー、やべ、走ってきた、逃げろ。ちょ、また逃走か。待てこらー。俺は何話のシューマッハやー。ここは埼玉。シューマッハは引退したわ、ボケー。お前ら仲いいな。お前は一回捕まれ。結果から言うと速攻捕まる。痛い、痛い。ほんまに怒るぞ。すいません、すいません。俺は今日娘の誕生日やからはよ帰らなあかんねん。娘。そうや、だからもう邪魔せんといてくれ。これは新展開。そうか、誕生日プレゼントは何ですか？何でもええやろ。俺も行きますよ。アホか、くんな。娘さんいくつですか？昨日で6歳や。昨日？なんで今日やるんですか？いろいろあんねや、なんで言わなあかんねん。6歳はストライクゾーンですよ。手錠いるか？ノーサンキュー。で、俺前科つきますか？ええから帰れ。立花さんのために帰ってやれよ。立花さんに寺もえす。背を向ける立花に俺は叫んだ。立花さん、あんた最高の芸人だ。警官じゃアホ。本当は嬉しかったんだろ。こっちを向いて笑顔で。ちょっとだけな。まさにツンデレの鏡だな。立花さん、ツンデレ。燃えたー、立花さん。最高だぜ立花。そう心につぶやくと俺は満足感とともに家路を急いだ。ありがとよ立花。俺も、もう2ヶ月ゴロゴロしたらなんかやってみるかな。ここまで呼んでくれたお前らありがとう。無茶、すんなよな。おつ、立花さん最高でした。おつ、そろそろやめとけよ。そろそろやめとけと言われて、やめる一致ではありません。一週間後、本当に暇すぎるので謝ってきた、という新しいスレが立ちました。スレたいの通りだ。謝罪に行ってきた、俺なりにな。今回が最後となるだろう。ゆっくり書いていくからよろしくな。ことの始まりはこう。ニートの暇すぎる俺は前回、奴に二度目の襲撃をかけた。俺としてはまだ記憶にも新しいので、動くつもりはなかった。捕まりたくないしな。いつものようにクソスレでも立てるか。そう思った時だ、俺の心に響く神からのお告げが来た。またお前か。立花さんに謝ったのか？ああ、謝ってきたぜ。はあ？黙ってろカス、ニート、22男性。俺はクソスレを立てた。しかし、この日、とんでもない事件が起こったのである。なんと、俺のいたずらが母ちゃんにバレたのだ。原因は近隣のおばさん。
自分の息子がなんかで補導されたみたいなのだが、息子を迎えに行った時、警察署で俺を発見したそうだ。そして、それをうちの母ちゃんに律儀に報告したとさ。畜生、森の母ちゃんめ。あいつは前から気に入らなかったんだ。あいつの作るおはぎは最高にうまいし、バレンタインなんかには俺がチョコ大好きなの知っててチョコケーキ渡してきやがる。しかもそれが店で食うのなんかより断然うまい。そして何より、うちの母ちゃんと違って超美人。ほんとに35かよ、20代だろうが、年齢不詳の森め、許せねえ。まあ、そんなこと言ってもバレてしまったもんはしょうがない。母ちゃんが俺に何を求めてきたかというとだな。その話が面白かったことは認めてやる。だろ、ガス。母ちゃんの政権クリーンヒット。菓子折り持って謝りに行け。は、はい。まず電話してからな。ええ、めんどくせえ。どうせならアポなしで突撃して。死にたいのか？目の前に拳を突きつけて。わかりました、ということでまず電話だ。警察署の電話番号を地球の未来を救う本、ダウンページで調べて電話をした。ブルルルルル、ブルル、ガチャ。はい、丸警察署うんたらかんたら。もしもし、丸々と申しますが、立花さんいらっしゃいますか？立花さん、あーはい少々お待ちください。森の熊さんでお待ちください。はい、お電話変わりました、立花です。もしもし、お久しぶりです、丸々です。申し訳ありませんが、どちらの〇〇様でしょう。何話の週末かやー。は？あー。お久しぶりですガチャ、ツーツーツー。なんか俺スイッチ入ったお。ブルルルル、ブルルガチャ。はい、丸警察署うんたらかんたら。週末派です、立花のやつはいるか？なんや、引退は取り消されへんぞ。まずあなたは話を聞く態度がなってない。どないせい、中年。まあ聞きたいやつだけ聞いてくれ。せっかくこの私が、いいですか？この私が謝罪の電話をしてやったんですよ。ありがとうございます。すっげえバカにした声。あ、ちょ、もうあんたダメだ。謝ってもダメ。お前は世紀末を生き残れない。関係あらへん。生き残りたけりゃモヒカンかプロボクサーの世界チャンプにでもなればか。北斗の剣か？さすがですね。で、何？謝りたいんか？母ちゃんにバレました。笑わないでください。アホやなぁ、せっかく見逃したったのに。不愉快な人だ。で、俺が菓子折り持って謝罪しに行くみたいです。帰れ。まだ行ってないです。だから何しに来るねん。娘さんをもらいに。手錠いるか？ノーサンキュー。この天丼も飽きたな。それより謝罪に行くんですよ。帰れ。だからまだ行ってねえ。帰れ、まだ行ってねえ。が今回の天丼か。お前に回答もめんどくさい時に気よったやろう。俺は自由だからな。無職やからな。違います。うるさい。怖いぜ立花。菓子折りなんかいらんぞ。いらないんですか？うまい棒？うまい棒かい。照り焼きならもらったる。残念。俺は明太派だ。なぜ照り焼きを食わない？小玉清かよ。似てたか？全然。帰れ。もういいですよ。一つ気づいた。立花少しうざい。お前がうざい言うな。てかモノマネしてきたのか立花さん。勤務中は相手できへんから明日終わってから来い。わかった。おとなしく待ってろよ。やかましい。そんなこんなで次の日、夕方に行ってきた。お土産は3品ほど仕入れたし問題はないはず、中身はうまい棒とこけしと最速の証だ。警察署の前でおとなしく待ってるのもあれなので入ってみる。立花の部署に行くと姿はないようだ。代わりに下っ端を発見、絡みに行こうと思ったら、なんか補導されたっぽいギャル二人組と口論している。入りようがないな、しかしやるしかない。何やるつもりだ、やるしかないのか。持っていたうまい棒たこ焼き味を下っ端の目の前にちらつかせる、下っ端とギャルに睨まれた。怖い奴たちだな。彼女いないでしょう。とか言われてる下っ端、顔を真っ赤にして怒ってらっしゃる。関係ないだろう。とか言ってるの、やはりこいつは下っ端だろう、間違いない。この下っ端はこの前の下っ端と同一人物なのか。同じ下っ端だ。どうしても会話には入れてくれないようだ。いいさ、俺は俺で楽しくやるさ。かぶっていた強盗マスクニット帽を深くまでかぶり、立ち上がる。そしてギャルの後ろに立ち、腰をカクカク動かしてみる。とても恥ずかしい。早く捕まえろ警官、俺はもういっぱいいっぱいだ。おま、何用意してんだ。間もなく後ろから羽交い締めにされる。痛い、痛い。お前は何してんねん。聞き慣れた声。後ろに振り向くと立花がいた。なぜ俺だとわかった。かぶるとこから見とったわ。作戦失敗。捕まれなかった。捕まれなかったって、今回は謝りに行ったんじゃねえのか。謝りに行くって言って捕まってる俺と立花の再会が理想だったんだ。アホス、把握した。お久しぶりです。早くそのマスク脱げ。マスク？マスクなどかぶってませんが。思いっきりかぶっとるやないか。これはニット帽です。ええから脱げ。なんか冷たいぜ。待合室？のようなところに通される。おとなしく待っとけ。
おとなしくやぞ。永遠のピーターパンにそんなことができるとでも？睨まれる。今回だけは君の顔を免じておとなしくしておいてやる。お前は謝りに来たんか？捕まりに来たんか？校舎だ。校舎かい。もうお前ら友達になれよ。待合室はガラスが張られており、中が確認できるようになっている。檻の中の動物のようだ。みんなチラチラ見てきやがる。イラつくぜ。放置されて20分は経っただろうか？さすがに我慢の限界。ドアを開けて叫ぶ。この店はお茶も出ないのか？やかましい。一括されたので中に戻る。5分くらいしてから府警さんがどうぞと言ってコーヒーを入れてくれた。立花と違ってよくわかっている。通過美人、年は25から28くらいかな？運命を感じたので告白することに決めた。好きだ。は？府警の顔を見つめる。結婚してください。また会えたらね。いなし方も最高だ。府警にセクハラをしていると立花が入ってきて無言で俺を殴って府警と共に帰っていった。立ち去る際に府警がバイバイと手を振ってくれたのを忘れない。やはり運命か。しょうがないのでおとなしく待っていると勤務を終えた立花が戻ってきた。いつまで待たせるつもりかね？もっと遅く来いアホ。早速本題だ。おう、早いな。君、すまんね。謝る気あんのか？もうマジの友達じゃねえかこれ。どうやったらお前みたいな性格になれるんや？俺はある本に出会ったのだよ。本？どんな本や？人をちょくる50の方法。税込み890円だ。そんなんあんのか？あるわけねえだろ。死ね。友達というかこの腐れ縁関係に憧れる。死ねとはどういうことかね？ああ、もういちいち食いつくな本題はどうした？ああ、そうでしたね。とりあえずこれお土産だ。ありがたく受け取ってください。ああ、こやどうも。厳選されたお土産3個が入った袋からまず軽いジャブ。うまい棒3本を机に置く。3本？3本なのかよ。うまい棒、マジ謝罪の意思が感じられねえ。明太、たこ焼き、納豆だ。うまいこと避けやがったな。てかほんまにうまい棒持ってくんな。で、どれがいい？一本だけかい。全部やれよ。一本、声出して笑った。一本、前回に引き続きひどい。いらんねんけど。早く選べ。じゃあこれ。手を伸ばしてきたので叩き落とす。待て。なんやねん。今明太取ろうとしたか。え、いや、たこ焼き。そうかちょっと待て。たこ焼き味をつかみ体の後ろに隠す。この間、俺はすごい笑顔で立花の目を見ている。何がしたいねん。体の後ろで見えないように左手にたこ焼き味をしっかりと握る。次の瞬間、両手を前に出し俺は切り出す。どっちだ？はみ出とるやないか。伝説のツッコミ来たこれ。先ほどのネタがえらく気に入ったのか立花は迫ってきた。このネタくれ。別に使えばいいじゃないですか。関西人はいちいちネタ使うのに断りが必要なのか？立花はまだクスクス笑ってる。キモい。お前も十分キモい。キモいって言うな。じゃあ2個目いきますよ。まだあんのかい。袋から2個目の土産を取り出し机に置く。何を出した？こけしをどう使ったのかわくてか。何がしたいんや？謝罪がしたい。言い方が悪かった。これは何や？こけしだ。立花はこけしをつかみ後ろに投げ捨てる。おい。ものすごく現場で見たい。もう立花さんも笑いのためなら容赦ないな。おま、これただのこけしじゃねえんだぞ。どこが普通とちゃうねん。俺の家に昔からあって捨てるのも怖いからずっと放置されてるこけしだ。な気味悪いもん持ってくんな。こけしを拾い立花に向ける。呪われろ呪われろ呪われ役。ちょ、ほんまに怖いからやめろ。呪われろ呪われろ呪われ役。お前謝りに来たんか？呪いに来たんか？校舎だ。校舎かい。面白い。もうダメ。お前らの会話面白すぎ。もう許すから帰れ。しょうがないな。ああ、もうやるなよ。はいはい。ち、まあええか。立花軽く切れ気味。素直に帰るとは立花も思わないだろ。外に出ると立花が念を押してきた。もう、ほんまにやめろよ。やりませんって、謝った手前できないですよ。そうか、じゃあ仕事見つけろよ。あいよ。じゃあな。手を振り、立花は自分の車へ歩いていった。今日もツッコミされてたぜ。そして、悪かったな立花。まだ終わらせるつもりはないんだ。来たー！足音を消し、立花の後ろに迫る、両手の力を最大限に引き出し、全力の艦長をお見舞い。で、うわ、艦長かよ。よっしゃもだえてる。ここしかない。最高の笑顔発動。プラー。お前な。捕まえようとしてきたので避ける。そしてダッシュ。待てこらー。あいつ尻押さえながら走ってる。俺は何話のシューマッハやー。やかましわー。普段の俺ならばここであっさりと捕まるだろう。しかし今日の俺には秘策があった。秘策？まさかお前。結果から言うとあっさりと捕まった。すいません、すいません。なんでお前は毎回逃げるねん。シューマッハにならねえだろうが。知るかんなもん。秘策はどうしたのよ。いつも通りかよ。ああ、秘策？
小さくねえ、バナナの皮投げてみたんだけどうまくいかなかったわ。バナナの皮、マリカーかよ。まあ、落ち着きましょう。ち、ほんまにもうやめろ。最後なんだからこれくらいやらせてくださいよ。死ね。ああ、そうだ俺を2回捕まえたあんたにプレゼントがある。は、ほらこれ。ここで最速の証か。一体何なのかわくてか。なんやこれ。最速の証だ。キッシュやん。キッシュじゃねえ、最速の証だ。いや、滲んでしまって何書いてるかわからんぞ。予想外です。やかましは。うるせえ、ありがたく受け取れ。もう帰れ。しょうがねえな。しょうがないちゃうわ。つうかお前一体何しに来たん。謝りに。すいませんでした。素直なシューマッカに燃えた。もう許したるからやめろよ。わかった、でもさっきの府警さんを紹介してください。ああ、あの人男やぞ。はあ、嘘に決まってるやろ、もう結婚しとるわ。運命なんて信じねえ。はいはい、じゃあな。フラグ折れた。釣られてる。立花の冗談来たこれ。背を向ける立花に叫んだ。立花さん、あんたが二代目なにわのシューマッハだぜ。ふざけんな、やるか。立花は帰って行った。干渉されないか後ろを気にしながら。途中ゴミ箱に何か捨てたようだが気にしないでおこう。その方が平和だ。そんなこんなで立花との戦いは幕を閉じた。謝った手前さすがに同じことできないからな。なにわのシューマッハも引退だ。あばよお前ら。来年になったらバイトでも探してみるかな。ここまで呼んでくれたお前ら本当にありがとう。願わくばまた、いつかどこかで。お前らは、無茶、すんなよな。おつ、感動した。次はバイト編を期待している。さすがにこれが最後か、シューマッハおつ。一応謝罪もしたということで、これが最後になるはずだった一致のいたずら。しかし、数ヶ月後、見覚えのある人物が本当に暇すぎるので世直しをしてきた、というスレを立てるのでした。スレ体の通りなんだが、世直しをしたのか俺が正されたのかよくわからない。まあ少しずつ語っていきたいと思う。お前らよかったら見ていってくれ。その日、俺は珍しくニュースを見ていた。そう、一昔前をときめく飲酒運転のニュースである。こんなことがあっていいのか、いや、よくない。だが俺にはどうすることもできない。俺はただのニートだ。ニートの23歳だ。そんなニートな俺に何ができるというんだ。何もできるはずがない。そう自分に言い聞かせ、諦めようとした次の瞬間、俺に神が舞い降りた。やらないのか。これは期待。こいつシューマッハじゃね。そんなわけないじゃないですか。すごく、やりたいです。やるっちゃねえだろう。よし、なんか燃えてきた。燃えてきたってか、燃えてきた。あ、俺ちょっと自分のテンションに引くわ。そうと決まれば準備をしなければ、相手は酔っ払い、自分の身は自分で守らなければならない。俺は3つの便利グッズをバッグに詰め込み夜を待った。時刻は午後7時40分、準備はすべて完了している。ターゲットは、そうだな、駐車場があり、なおかつ大きい居酒屋でなければいけない。そう考えた俺は、少し遠い駅にある大衆居酒屋まで足を運んだ。午後8時30分、居酒屋の前に到着。この時間に店を出る客も少なく、俺はしばらく待ちぼうけ。出てきたとしても駅前だからみんな電車で来てやがる。ち、ネタになんねえだろ。そこは大衆のモラルに喜ぶべきところだろ。午後8時45分、変な親父がスキップをしながら俺の前を通り過ぎる。しかもなんか大きな声で空気と話している。妖精見えちゃってんじゃん、帰ろかな。午後9時、二人組の男、20から25、が店から出てくる。二人は仲良く話をしながら駐車場の方に歩いていく。間違いなく酒も入ってるだろう。注意してやる。ゆっくりと二人の後を追うも二人は足早に車に乗り込んでしまい、注意なんてできなかった。すまん、俺チキン。俺このまま帰ったらビップにすれなんて立てらんない。どうしよう、どうしたらいいんだろう。もういい、次だ。次に駐車場に向かう奴を見つけたら絶対注意してやる。注意できなかったら俺は死ぬ、と、自分ルールを作り次の人間を待った。午後9時30分、4人組のドキュンが店から出てくる。駐車場行っちゃった、もう行くしかねえわ、俺死んだ終わった。すいません、お酒飲んでますよね。は？何？車運転しちゃダメじゃん。はぁ？何やら向こうでひそひそ話してる。今から代行呼ぶわ、って、お前ボコっていいの？俺なんでこんなことしようと思ったんだろう。ドキュンたちは声を荒げて俺を威嚇してくる。落ち着け、落ち着くんだ俺、飲まれちゃいけない、どうにかしてこの6人をなだめるんだ。って6人、なんで増えてんの？ああこれは本格的に終わった。しかし、神はいた、さすが駅前の大衆居酒屋、ギャラリーが増殖してやがった。間違いなくこれは警察を呼ばれてるだろう、俺は少し強気になった。ドキュンたちはなんとか言えよ、とか答えてる、彼らは獣だ、腹を空かせた獣なんだ、腹が減ってるなら餌を与えるしかない。俺はバッグの中から用意した便利グッズを一つ取り出す。そう、うまい棒だ、コンポタ30本入り280円。
うまい棒を取り出し地面に置いてみる。何してんだよ。お前マジ殺すぞ。うん、当然の反応だろう。いや、腹減ってるんじゃないかと思って。うるせえな、決めんだよ。あ、なんかすごくイラッとした。うるせえ、胸触るぞブス。俺は何を言ってるんだろう。俺の胸発言でドキュン軍団マジ切れ。近づいてきた。やべえ、絶対殴られる。逃げるっきゃねえな。次の瞬間、もうダッシュ。俺はまるまるやー、なんて言えるはずもない。だって怖いんだもん。もう必死、今までこんなに速く走ったことがあっただろうか。それぐらい必死に走った。一つ目の角を曲がり、人をかき分け走る俺。10メートル後ろにはドキュン軍団。二つ目の角を曲がり、妖精の見えるおっさん発見。いじってる暇ねえ。三つ目の角を曲がり、四つ目の角を曲がったその時、俺は異変に気づいた。居酒屋の前戻ってきてるじゃん。そして居酒屋の前でついにドキュンに捕獲される俺、終わった、と思った次の瞬間。おい、お前ら何してんだ。警察3名来たこれ。なんという幸運、これはまさに一致に述べられた神の手。何？何このタイミング？絶対どっかで見てたよこの警官たち。最高に美味しいところでの登場じゃねえか。まあ、助けてくれたからよしとしてやろう。警官の事情聴取にはもう口が回る回る。うまい棒食いながら事細かに教えてやったさ。でもドキュンはなんか知んないけど食い下がるんだよね。あいつが最初に意味わかんないこと言い出したんじゃん。騒動にしたのは君たちでしょ。そうだそうだ、右手にはうまい棒。てめえうるさいんだよ。愛の手を入れちゃダメなようだ。男が連れの女を指さす。あいつがこの子に向かってブスとか言ったんじゃん。ブスって言ったの？いや、ちょっと記憶にないっすね。右手にはうまい棒。てめえこらー。落ち着けって言ってるだろ。まあそのまんま、警官になだめられてその場はお互いに無傷だし喧嘩両成敗という形で幕を閉じた。ドキュンたちも友達呼んで運転させてたし目的は果たした。すべて丸く収まり俺の世直しは完了した。しかし、なぜだ、何かがおかしい。俺は気づいた。そう、警官を見るとなぜか血が騒ぐんだ。あの時のように、あの時のやつのように、この警官たちは、俺を楽しませてくれるのだろうか。そして俺の中に響く声。このチャンスを君は逃すというのかい？ニート、24男性。終末派じゃねえか。神よ、またあなたなのか。引退した俺にあなたはまた力をくれるというのか。行くしかねえか。俺、もう一度だけ頑張ってみることにするよ。すまないお前ら、前振りが長すぎたな。俺のことなんて知らねえって奴らばかりだろう。それでも行こうかお前ら、ピリオドの向こうへ。さあショータイムの始まりだ。あらすじ前すれ参照。終末派来たー。ノーサンキュー。終末派のすれに遭遇するなんて。この時間まで起きててよかったー。この警官たちは通報を受け、交番から徒歩でここまで来ているようだ。俺は彼らのアジトへついていくことにした。途中警官の一人が俺に気づき帰り道こっちなの？と、聞いてきたがまずは軽く無視。警官はしかめっ面でちっと舌打ちをしたがまあ許してやる。5分もしないうちに奴らのアジト、駅前交番、にたどり着く。奴らが交番へ入ったのを確認してから交番の目の前を往復し続けてみる。5分ほどすると一人の警官に声をかけられる。さっきの方ですよね？どうかされましたか？無言でその場に倒れ込む俺。ちょっとどうされました？今日は重力がすごくて。はぁ？まあお構いなく、エルニーニョのせいなので。はぁ？警官が交番に戻りドアを閉めた瞬間。よいしょー。威勢のいい掛け声とともにうまい棒をドアに向かって投げる俺。当然警官は怒ってドアを開ける。雑魚が、隙を見せやがった。どっこいせい。警官に向かってうまい棒を投げつける俺。警官の顔に見事クリーンヒット。最高の笑顔発動、プラー。ちょっと、何すんだこら。怒っちゃった。この俺が、いいか、この俺がそんな怒号ごときでひるむはずがない。美味しく召し上がれ。捕まえに来る警官の腕をさっと避け。次の瞬間、もうダッシュ。追いかけてくる警官、この俺が捕まるはずがねえ。みんな帰ってきたぞ。俺は何話の終末派やー。うるさい止まれ。ツッコミもできねえのかよカスが。結果から言うとあっさりと捕まった。ねえ、なんで警官って捕まえてから腕決めてこかすの？痛いんだけど。俺が何したって言うんだよ。本来なら飲酒取り締まったし感謝状ものだろうが、世の中間違ってるぜ。うまい棒投げたらそや。交番に連れて行かれる俺。ちょ、なんで？事情聴取です。事情も何もノリですよ。睨まれる、寺壊す。立花は出現しないのか、あいつじゃないと、あいつのツッコミじゃないと。すまない、立花に特攻はまたの機会だ。立花さん、助けてあげて。交番に到着するとやはりお決まりのこれ。お名前は？何話の終末派です。真面目に答えてください。人に物を尋ねるときはまず自分からと習わなかったんですか？名乗る必要がないでしょう。さてはあんたちまたで騒がれてるボンジャックとかいう野郎か。いえ、清水です。あ、そっすか。新キャラ清水出現。新ジャンル清水。それでお名前は？
帰ってきた何話の週末派です。ガン、と机を叩き俺を睨む清水。真面目に答えないと訴えますよ。〇〇だ、惚れんなよ。ご職業は？レーサーです。は？ですから、さっきしみっちゃんは俺のことを追いかけたでしょ？追いかけたよ、それとあだ名をつけないで。そういうことだ。ニートです。無職ですね。いえ、ニートです。だから無職のことでしょう。ああ、この国ではそのように言うのですね。そうですね。あれ？天丼通用しねえ。しみっちゃん冷静。突っ込まないんですか？そうですね。あれ？天丼通用しねえ。しみっちゃん冷静。突っ込まないんですか？何がですか？ほら、お前は何人やねんとか。そんな気分ではないので。この野郎。それで、どうしてこのようなことを？断頭なので。あのねえ、さっきから意味がわからないんだよ。しょうがないっすよ、断頭だし。怒るぞ。助けて立花さん。しみっちゃん硬い。今日は謝罪だけして帰ってください。それだけでいいんで。だが断る。いい加減にしろよ。こわ。早く謝ってください。うまい棒を食べ始める俺。何してんだよ。いや、お腹空いちゃって。今自分がどういう状況に置かれてるかわかってるの？わかってますよ、それぐらい。なんなんですか。ほら、一本あげますよ。いらねえよ。清水少し楽しくなってくる。しみっちゃん落ちた。コンポタはダメなのか。じゃあバナナあげるよ。なんでそんなもん持ってるんだよ。あと謝る気あるのか？ありますよ、最終的には。今はないの？お前のアドリブのうまさには感心いたす。バナナ。あまりない。本当に怒るぞ。もう怒ってるじゃん。睨まれる。すいませんでした。もうこんなふざけたことすんなよ。2回目ないからな。4回目ですけどね。はぁ？いえ、なんでもありません。あとこれ謝罪の気持ちってことで受け取ってください。なんでちくわなの？いらないんだけど。何回いいじゃないっすか、棒状のものって。あと受け取らないと帰りませんよ。わかった、もらうからもう帰れよ。寺押し売り。うまい棒、バナナ、ちくわが便利グッズかよ。ええー、お別れなの？うるさい、早く帰れ。ちくわ食べるところを見たいんですけど。早く帰れ。ちくわ食べてくれないとネタになんないっすよ。ガン、机を叩く音。早く帰れ。マジ切れきたこれ。棒状のもの食わせたがるな。俺は何度でも帰ってくるよ。そういう意味じゃねえよ、早く帰れ。最後にドアを開けて俺はつぶやく。日本の警官怖いですねー。清水がボソッと何人だよ、と言ってくれたのを忘れない。あばよ清水、お前は俺の敵じゃない。本当の強敵はやはりあの場所で俺を待ってくれているようだ。そんなこんなで今回の目的は完了させた。世の中のためになる、とても素晴らしいことだと思う。あと2ヶ月ゴロゴロしたらバイトでもしてみようか。俺から一つお前らに言えることは一つだけだ。お前らは、無茶、すんなよな。復活編、第一部巻。グッジョブ。よくやった。週末カオス。ということで今回立花さんには絡まなかった。実際これ書いても食いつくやついんのかなとか思ってたけど、何人か見てくれてたのに感謝感謝。次がいよいよ。いよいよやつとの再会ってわけか。第2部では立花さん登場？やってからじゃねえと面白いかわかんないのが怖いんだよ。一応今度気が向いたら行くだけ行ってみるぜ。今日の教訓は警察に突するときはネタを絞ってからやりましょう。期待してるぞ。ついに帰ってきた何話の週末か。立花さんが恋しいですよね。果たして、いつ再会できるのでしょうか。続いて本当に暇すぎるので新年の挨拶をしてきた、です。今度こそ最後になるだろう。じゃあ少しずつ語っていこう。前回のスレで俺は悟った。俺の相棒は奴しかいない。俺の相棒はあの場所にしかいないということを。しかし奴に会うにも迷惑をかけるわけにはいかない。はっきりと何話の週末か引退を宣言したからな。ここからどうにかすることはできないか。そんな時にみんなが、もうその前振りいらねえよって言われてしまいそうな俺の髪が語りかける。君さ、第一部とか書いたじゃん。ニート、24男性、アスキーアート役。そう、俺は勢いだけで第一部とか書いてしまったんだ。これは重大なミス、じゃなくて使命を背負ってしまった。自らハードルを上げる自殺行為。だが、やるしかねえだろ。さあ、始めようか。俺の生き様をしっかりと心に刻めよお前ら。誰もいねえけどな。しかし、口実が欲しい、どうしようかと悩んでた俺は自分の立てたスレを読み返す。前回立てたスレにそのヒントはあった。立花に1ヶ月遅れの新年の挨拶でもしに行ってみたら？それだよ、それで行こう。なんだこいつは、神か、愛してるぜ2月1日の IDHYRP プラス Y3G0。そうと決まればまずは準備、そうだな、新年の挨拶といえばあれとかあれが必要だな。俺はいくつかの道具をバッグに詰め警察署に向かうことにした。奴が休みだったら困るので電話でまずは確認をする。ブルルルルガチャ。はい、こちら〇〇署です。立花さんはいらっしゃいますか？丸かの立花でしょうか？失礼ですがお名前を伺ってもよろしいでしょうか？はい、間違いありません。〇〇署の清水と申します。
かしこまりました。少々お待ちください。はい。軽く他人のふりをしておいた。はい、お電話変わりました。立花です。それがしでござるよ、それがし。やっぱお前か。お前？誰のことでござる？それがしでござるよ。まあ、ネタには付き合ったる。どうした？落ちはないでござる。ひねりで参加アホ。のっけからダメ出しを食らう俺。それより新年の挨拶ですよ。ああ、明けまし。はいよバカ、言うな。あかんのか？俺たちの恋は出会ってから始まる、そうだろ？明けまして。シャーラップ。なんやねんテンション高いなもう。お歳暮とかそんな素敵なファンシーグッズ持ってくから今日開けとけ。年の暮れと書いて歳暮やぞ。なんかわかんないツッコミだけどそれするから高級ホテル予約しとけ。ホテルはいかんけど暇やからええぞ。あら、あっさりですね。どうせ断ってもいつか来るんやろ。はい。じゃあ7時に来い。あ、あと明けましておめ。ガチャ。電話を切る俺、本当に油断できねえ野郎だ。とりあえず立花の嫌そうな顔が見たいので30分前行動を心がけるようにした。そして時刻は6時20分、決戦の場所へ到着だ。ただ入るだけではつまらない。やはりここは一つ何かをやっておくべきだろう。そこで俺は今をときめく最高の芸人、田村健二のモノマネをしようと入り口の警官に近づく、声を大にして言ってやった。立花の浮気嫁さんにバレろ。警官はうつむいて笑っている。え？そんなに面白かった？普通聞くだろ？と思っていると警官は口を開く。立花さん中にいるよ。こいつラーメン屋で会ったやつじゃん。計画は失敗に終わりしぶしぶと立花の部署のドアを開く。そこには下っ端の姿があった。どうやら少年と口論をしているようだ。せいな、ぶっ殺すぞ。とか言われてる。もう一度言う。こいつはやはり下っ端だろう。奥に立花の姿を見つけたので近寄ってみる。5メートルぐらいの距離で立花も気づき、おうと言っていた。俺はバッグの中を探り、もろこしは太郎を取り出す。そして目の前に突きつけてこう言ってやったさ。明けましておめでとうもろこし。あっけに取られる立花と声にびっくりする下っ端たち。さらに追い打ち。おめでとうもろこし。なんや？おめでとうもろ。待て、待て待て、これはなんや？もろこしは太郎ですが。そんでなんて言うた？おめでとうもろこし。ええもんやるから左手出せ。ごそごそと机の中を探る立花。左手を差し出す俺。次の瞬間、ガチャン、手錠かけられました。公務執行妨害か。ついに終末波もここまでか。机の足と結ばれた俺の左手。ちょ、なんで？正座しろ。はい。真剣な目をした立花が口を開く。ええか、今の挨拶は口に出した時点でもう犯罪や。なるほど、犯罪を犯したから俺は手錠をかけられたってわけですね。てこら、下手なノリツッコミやな。許せねえ。そや本場のノリツッコミにはかなわねえよな。これ俺に使っちゃやばいだろ。手錠を外しながら口を開く。まあ、お前なら大丈夫や。どういう意味だ？自分で考えろ、あとコーヒー買ってきて。200円を渡される。パシリですか、しかも自分の分だけかよ。ああ、もうあっちの紙コップのやつ買うてこいやすいから、俺クリーム増量な。立花さん甘党。クリーム増量？俺ブラックなのに？文句あんのか？俺がブラックなんですよ。ニートより子供なんですか？ブラック買うてこい。はい喜んで。立花は単純。その前に、はい年賀状。では確かい、しかもティッシュやんけ。ティッシュじゃねえよ。それに今回はちゃんと字読めるだろ。お前わざとやってるやろ。筆ペンで裏表両方に書いたから読めるはずがない。それがビッグクオリティ。は？いえ、何でもありません。コーヒー買ってきます。自販機にたどり着きコーヒーを2つ買う。当然、俺は砂糖、クリーム入りだ。立花はブラック。立花の元に戻りコーヒーを渡す。一口飲んだ立花が、苦っ、と言っていたのに笑いそうになる。そして俺のコーヒーと俺の顔を交互に見つめる反復運動。首でも鍛えてるんですか？首長族の間で首を伸ばすのはナンセンスになったのに。とりあえずあっち行っとけ。なぜか突っ込まれなかった。またガラス張りの部屋でいろんな人間から視線を送られる俺。イラつくのでガラスに張り付き面白顔を披露して過ごす。その顔を見ながらニヤニヤしているガードの甘い警官を見て俺もニヤニヤしていた。そして突然、カチャ、という音がしたので後ろを向くと俺のコーヒーがブラックになってる。まか不思議。おかしなこともあるもんだと報告をしに立花の元へ向かう。立花さん。ん？コーヒーブラックになっちゃった。目を合わせずに立花が口を開く。何言うてんねん、お前ブラックやって言うてたがな。仕事中やからあっちで待っとけ。おかしいよな。ああ、そっか。はい、と返事をして部屋に戻る俺。戻る際に立花がおい、と言ってたが気にしないでおこう。なぜか俺の手にはクリームと砂糖の入ったコーヒー。そこからは一進一退の攻防が繰り広げられたが、まあ置いておこう。7時20分、仕事を終えた立花が格好よくブラックコーヒーを飲みながら俺の元にやってきた。おせえ。お前のせいじゃ、しばくぞ。そうやって人のせいにする。で、どうすんねん。
飯でも行くんか？本当に暇なんですね。無職に言われたくない。就職しましたよ。嘘やん。嘘だよ。しばくぞほんまに。いつもの流れが戻ってきた。ほんと仲いいな。まあ飯なんかより先にやることがありますよ。逃げるんか？今回はさすがにそれないんで安心してください。そうか、もう後ろは気にせんでいいんやな。それより始めますよ。毎年恒例お歳暮タイム。そうか、早くしろ。まず最初のお歳暮はこれ。何個かあんのか？わしのお歳暮は108個あるぞ。絶対出せよ。そこ、いちいちうるさい。そこって他にどこがあんねん。今一番旬な食べ物を俺は用意した。カントリーマーム。普通じゃないけど普通に食えるもんやな。え？富士屋だよ。ああ、そういうことか。しばくぞ。バカは気づくのが遅い。死んでまえ。そして次、ほらよ。机の上にこけしを置く俺、吹き出す立花。なんやそれ。見やわかるじゃないですか。お前の家何個こけしあるんや？もう一個ありますよ。立花はおもむろにこけしをつかみ後ろに投げ捨てる。ああ。エリカ。こけしを拾い立花に向ける俺。呪われろ呪われろエリカに呪われろ。だからそれほんまに怖いからやめろ。エリカって誰やねん。このこけしの名前ですが。お前、かわいそうやな。前の女の子は彼女じゃないんか？そんな話はどうでもいい。ありがたく呪われろ。いらんねんけど。もらわないと呪われますよ。もらったら大丈夫なん？いえ、呪われます。もう一度こけしを後ろへ捨てる立花。バーバラー。名前変わった。もういいから早く受け取ってくださいよ。家にあると怖いんですよ。こいつムカつくわ。しぶしぶとカントリーマームとこけしをバッグに入れる立花。すかさずドアを開けて叫ぶ。泥棒。もちろん殴られた。こういう場所やからほんまに変なこと言うな。すいません、それはそうとこけしの代金払ってくださいね。金取んのかい。1280円です。リアルな数字で腹立つな。じゃあおごりで、飯食いに行きましょう。おごりで、立花さんのおごりで。強調すんな、お前がおごれアホ。貧乏人め。無職に、やめとくわ。おい、そして車に乗り込むため外に出る、前を歩く立花。ここしかないよね。後ろにぴったり張り付き、恒例のあれ。燃えろ俺の子相撲、バナナの皮を頭の上に乗せる。うわ、なんやこれ、このアホ、ほんましばく。最高の笑顔発動、ブラー、そして猛ダッシュ。俺はなにわの週末派やー。くどいけどここは埼玉。待てこらー。ちょ、右手にバナナの皮持ってる。前回俺の秘策は通用しなかった。しかし今回こそ絶対捕まらない。俺が最速の男だってところを見せてやるぜ。週末派逃げてー。結果から言うとあっさりと捕まった。いや、もうね、週末派とか名乗ってられないかも。早すぎるよ立花。RPG なら AGI500 とかあるよ。ヘッドロックを決めながら口を開く立花。さっきないって言ったよな。信じる方がバカなんだよ。右手に持ったバナナの皮を俺の顔にすりつけてくる。うわ、ちょ、汚ねえ。お前がやったことじゃ。ここまでやってない。ん？とか言いながらさらにグリグリ。すいませんすいませんすいません。立花つえ？ほんまにもうやんなよ。今日はもうやりませんよ。こいつムカつくわ。車に戻る過程でこけしがゴミ箱に捨てられた。キャサリン。名前一つにしろ。その後立花にはラーメンをおごってもらった。立花のおすすめらしく、うまいやろ？うまいやろ？と、ずっと聞いてきてうざかった。本当は食いに来たことあったけど、かわいそうだから黙っておいてあげた。おごってもらってるくせに生意気。というところで今日の報告は終了だ。おそらくこのままなにわの週末派もサイド引退、もう突撃でもなんでもなく、ただの先輩と後輩みたいな関係だからな。みんな飽きてきただろう。ここまで付き合ってくれたお前らありがとうな。俺もあと3ヶ月くらいしたらバイトでもしてみるよ。お前らは、無茶、すんなよな。バイト、飽きてないぞ、まあおつ。おつ、今日も楽しませてもらったぜ。余談ではあるが立花はもうすぐ京都に帰るらしい。今度は京都に突撃だ。衝撃のカミングアウト。もちろん見送り行くんだよな。見送りに来いって言われたんだけど他にもいっぱい見送りいるだろうから俺浮くよな。もう十分浮いてるからオッケー。立花いなくなる、からの、暇になる、からの、働く。京都までついていくのは金ねえから無理だけど見送りは行くよ。報告もする。報告待ってるぜ。うは、最終回、全米が泣きそうだな。あの人と感動はねえよ。なんと、立花さんが京都に戻ってしまうという衝撃の事実が発覚しました。見送りに行くようですが、涙の別れとなるのでしょうか。しばらくして、本当に暇すぎるので見送ってきた、というタイトルのスレが立ちました。いやー、久しぶりだなお前ら。昨日書きたかったんだがへこんでしまって書けなかった。少しずつ書いていくよ。よかったら読んでほしい。よろしくな。知らない奴のために簡単にまとめとく。俺は警察に何度かいたずらをしに行って暇つぶしをしてたんだ。
だが、行くたびに相手をしてくれる警官と仲良くなってしまった、なお立花という。そしてこの間の突の時、ラーメン屋で立花さんから衝撃の事実を聞かされた。俺もうすぐ京都帰るねん。お前さ、見送り来てくれへんか？こんな時は悲しそうな反応をするべきなんだろう。でも、俺バカだからな。次に出たのはこんな言葉。ちゃ、あの警察署は俺の天下じゃないですか。お前俺が行ってからは絶対やんなよ。絶対やぞ。不利ですか？頭を殴られた後立花が口を開く。しばくぞ。もう殴られてるから。その日適当な返事をして家に帰った。そして次の日に前回のスレを立てたんだ。書きながら立花さんが京都に帰ることを報告しようか迷った。見送りに行こうかどうか悩んでたし、報告したら行くこと決定だからな。でも、VIP で人気があるのはあの人だし、みんな、立花さんのことが気になるだろうからスレが終わったところで報告してみた。今日はこの続きを話そうか。こんな話初めてだからうまく伝わるかわかんねえけど、聞いてくれ。正直前回のスレで俺は本当に終わらせようと思ってた。もういたずらの領域じゃなくてただの友達同士、面白くもないだろうと思ったからな。しかし見送りには絶対行けと素敵に煽ってくれるスレの住人たち。もうね、そこまで言われたら行くしかない。ただ、見送りってやつがどうにもわかんねえ。何をすればいいのか？別に感動もねえだろうしな。まあ言ってVIPで見送ってきたって言えばいいか。やり逃げでいいんだよ。その時はそう考えてた。2月6日、立花さんに見送りに行くことを電話で告げた。見送りに行ってやるから一生感謝しろ。おお、来てくれるんか、感謝するわ。ツッコミがない。準備が忙しいから今度こっちから連絡するわ。そう言われすぐに電話を切られた。2月7日、立花さんから連絡が来る。明日の夜空いてるか？空いてますよ。それより日程聞いてないんですがこのクソ野郎。しばくぞ、明日話あるから7時に〇〇に来い。〇〇は駅前の待ち合わせ場所。話聞けよ。そこで話すからとりあえず来い。おごりだよ。言わんでもわかっとるわ貧乏人が。お金がないだけです。それが貧乏言うんや。ですよねー。鬱陶しいこいつ。2月8日、待ち合わせ場所で立花と合流。向こうはいつの日かラーメン屋で出会った後輩を一緒に連れてきた。彼の名前は田村というらしい。そして3人でそのまま居酒屋へ。居酒屋に着くと立花が早々と席を立ちトイレへ。これはチャンスってことでバッグからこけしを取り出す俺。なんでそんなもの持ってるの？いいからいいから。そして立花の席にある受け皿の上へこけしを置いておく。トイレから戻ってくるなりブフッと吹き出す立花を見て田村も吹き出す2ヒットコンボ完成。ちなみに席順は立花さんの対面に俺と田村さん。こけし。また持ってきたのか。コンボを完成させ満足をした俺はそのまま普通に飲み始める。立花は俺のこれまでのアホっぷりを語り始め、それを魚に酒を飲み、とても和んだムードに包まれていたんだが、途中、立花がトイレに立った時、田村さんが俺に真面目な話を振ってきた。立花さんね、君のこと心配してるよ。また突撃されないか？まあそれもあると思うけど。そうじゃなくて、仕事のこととか、いろいろね。正直そんな話をされても俺は何も思わない。だって数えられる程度しか会ってない。それにそんなこと急に言われても困る。しかし、その時は酒のせいか少し泣きそうになった。これは泣ける。真面目な雰囲気、なぜか変換役、似合おられ俺が切り出す。立花さんマジで京都行くんですか？うん。酒で変なスイッチが入った俺は目から尿が出そうになる。そうこうすると立花が戻ってきた。俺の顔を見て何かに感づいたのか。なんや？どうした？失恋か？意味のわからないことを尋ねてきた。いや、まあ、ボケる気力もなく濁した返事をすると田村さんが口を開く。立花さんが京都帰るの寂しいみたいですよ。そんな照れくさいこと言うんじゃねえよと思ったが、自分じゃ言えないし、言ってくれてありがたいとも思った。そうか、と立花がつぶやき、そのまま語り始める。出会った時から考えるとアホらしいし、今思い出しても腹立つわ。でもな、なんだかんだ言うてネタにもなるし、面白かったんや。そんな出会い方でも知り合えたことは何かの縁やからな。大事にしたいと思った。あとはお前が無職じゃなくなると完璧やな。ここで俺は本当にボケられなくなった。どう返事をしていいかわからず黙っていると、見かねた立花が続けて口を開く。お前似てるねん、俺の弟に、もうこの世にはいてへんけどな。これなんてドラマ？と思った俺は、どこの三流映画だよ、ネタが古すぎるよ。そうツッコミを入れたが寂しそうな顔をした二人にそれ以上はツッコめなかった。すいません。いや、誰でもそう思うやろ。今思うとこの時の自分のことを本当に後悔している。いつ行くんですか？15日や。それまでにバイトでも始めてみますから待っててください。見送りも絶対行きます。楽しみにしとくわ。そう約束をして店内を後にした。いろんなことを考えてたけど、あの時の二人の寂しそうな顔を思い出して苦しくなる。なんであんなツッコミしたのか、自分の軽率な発言に死にたくなる。
だが、とにかく今はバイトでも何でも見つけること、そう約束したから絶対叶えてみせようと思った。辛いな。あまりの切なさに涙が止まらない。2月9日、バイトを決めるためにとりあえず給食のフリーペーパーを集めてきた。とりあえず今までのことを本当の意味で謝罪したいし、バカみたいなプレゼントじゃなくて本当に喜んでくれるようなプレゼントがしたかった。だから俺は日払いの登録派遣に行くことに決めた。すぐに派遣会社に電話をし、次の日に登録しに行くことになった。そのまま証明写真を撮り、美容院に行き髪を切り、そして黒髪に戻した。なんかこういう準備するとやる気出てくるよな。2月10日、登録の日、特に何も問題はなかった。登録終わった直後に事務所の人に、明日にでも仕事をくださいとガツガツ言ったくらい、普通にくれたので満足。2月11日から13日、全部同じ派遣先でバイト、簡単な作業に発狂しそうになる、終わりが見えない仕事はだるい。久しぶりに働いてすごい筋肉痛、足痛いよママン。2月14日、立花さんへのプレゼントを買いに行ってきた、バレンタインで男一人とか嫌なので暇な友達を呼び出す。ちなみにラーメン屋で一緒にいたやつと同一人物、目的は正直に話したので変に思われてることはない。会った瞬間にチロルチョコを顔面にぶつけられた、バレンタインに男がいないからってイラついてる様子。ホワイトデーにはうまい棒で全力完勝してやろうと心に誓う。シューマッハがニートじゃなくなるなんて。大人になったな、シューマッハ。何をプレゼントしようか全く決めてなかったので聞いてみる。何がいいと思う？男が喜ぶものなんてわかんねえよ。使えねえ。うるさい。そんなんだから男できねえんだ。彼女いないやつに言われたくない。俺目線で友人のやる気、15%。ロフトや丸井を回って二人ともが気に入ったジッポに決定、1万5000円もした。まあ、喜んでくれるなら構わないか。友人とはそのまま飯を食って別れた。その夜、立花さんに電話をした。明日、行きますからね京都まで。ついてくんなアホ。何時に行けばいいですか？12時過ぎの電車やから11時半に来い。早くね。ちょっと話あるから、その時間に頼むわ。わかりました。明日11時半に東京駅に爆弾仕掛けます。手錠いるか？ノーサンキュー。そのまま電話を切った。そして布団の中で明日のことを考えてた。登録のバイトなんかで認めてくれるのか？こんなプレゼントで喜ぶかな？時間さえあればもっと仲良くなれたかな？もっとバカできたかな？俺 VIP でこんなこと報告できんのか？数回しか会ってない人にこんな思いをするなんて考えてなかった。そしてそんなことを考えているうちに眠っていた。2月15日、見送りの日、寝たのが遅いにもかかわらず早く起床した。朝からテンションは高い。今日は最高にバカなことをして見送ってやろうと考えてた。バッグに意味のわからないものもいっぱい入れた。意味のわからないものが気になる。暇だから VIP にいるとすぐに出発の時間。今更だけど東京駅って結構遠いよな。1時間以上かかるぜ。近くの新幹線使えよな。ケチりやがって。東京駅の待ち合わせ場所に着くと声をかけられる。美人の奥さんと賢そうな娘が一緒。正直羨ましい。奥さんにも色々話してたらしく俺を見てニコニコしている。とりあえず自己紹介。はじめまして、旦那さん浮気してるから小遣い減らした方がいいですよ。してるか、しばくぞ。ものすごいスピードで突っ込まれた。奥さんがああやっぱりとか言ってる。本当に仲が良さそうで羨ましい。相手は俺です。この人ホモです。知らなかった。立花さんは渡さないから。出るとこ出るわよ。奥さんのノリ良好、娘には惹かれてる。そして笑顔で立花さんに殴られる。少しすると立花さんが二人を先に行かせて俺は拉致されそうになったので逃げようとする。にしてもこの妻、ノリノリである。奥さんもさすがだな。俺は何話のシューマッハやー、が、人が多すぎて逃げられない。お前アホやろ？よく言われます。なぜこんなことをした俺。駅のホームで二人、バカなことしようと考えてたのに立花は真剣な目で口を開く。バイト見つかったか？はい。おお、何してるんや？登録派遣ですよ。すぐ働けるところってそれくらいですから。そうか、やっと無職じゃなくなったな。違います、ニートです。うるさい。久しぶりですね、これ。最後やから乗っといたるわ。最後とか言うなよ、うぜえ。最後とか、本当でも聞くだけで嫌だろうが。ああ、すまん。ああ、今更だけど言っときますね。うん。ありがとうございました。少し沈黙してから口を開く。おう。おおすげえ、ガチですげえ。発車まで残り10分ちょい。もう乗った方がいいですよ。まだ全然大丈夫やろ。後ろ向いた方がいいって言ってるんですよ。わかった。なんかエロス。これは期待。後ろを向く立花、ここに俺の全てをかけよう。最後の祭りだ。モテる最高の力を込めて全力の完勝。手加減しろ、アホ。最高の笑顔は今日も冴えてる。プラー、結果はわかってる。だけど最後だ、行くぜ。次の瞬間、もうダッシュ。俺は何話のシューマッハやー。ここは東京。待てこらー。
やっぱ尻押さえながら走ってる。またねえよバカ。絶対逃げ切ってやるんだ。逃げ切ったらジッポは俺のもんだ。人波をかき分けホームを走る俺。いいぞ。人が多いから足の速さは関係ねえ。改札が見える。あそこだ。あそこに切符を通せば俺の勝ちだ。今日こそ出し抜いてやる。結果から、略、改札まで10メートルで捕まる。周囲からものすごい視線を浴びているが気にしない。ちなみに駅員も駆け寄ってきた。今日は結構頑張ったやないか。痛い痛い。行くぞ。待ってくださいよ。5回捕まえた記念にこれあげます。うまい棒を差し出す俺。もらっとくわ。予想通り、立花ガチでてー、駅員。相変わらず足遅いな。ホームに戻り発車まで残り4分、ジッポの入った袋を差し出す。これ受け取ってください。なんやこれ？爆弾。いいから開けろバカ。おう、どうしたんや、どこで盗んだ？バイトした金で買ったんだよ。そうか。ほんまに嬉しいわ。ありがたくもらっとく。いつか京都の職場まで突撃しに行きますから。アホ、でも楽しみにしてるわ。しょぼーん、マジで泣けてくるな。発車まで残り2分。じゃあ、行くぞ、あとこれお前にやるわ。何これ？封筒？手紙や手紙。ええか？家に帰ってから開けろ。わかったな。わかりました。立花はジャーナと言い残し、新幹線の中に入っていった。後ろを向いたまま手を振った姿が未だに焼き付いてる。立花一家を乗せた電車がホームを出た時、すごく悲しくなった。涙は出ていないが景色は滲んでた。立花かっけえな。うわーん。感動なんてないとか言ってたけど、俺は一人変なスイッチが入ってしまってたようだ。帰りの電車の中、今までのことを思い出して少し笑えた。そして家に戻った時少し泣けた。じゃあ、今から封筒を開けたいと思います。俺はお前らと一緒に読みたいんだぜ。来たこれ、まだ開けてなかったのかよ。ハンカチもう無理だ、タオル用意しなければ。手紙には何と書いてあったのでしょうか。ちょっと待って、今までのなしにしてくんない？ちょ、どうした？何があった？手紙が涙で滲んで読めないのか？なにわの週末派、最悪な出会い方やったけど、ほんまに面白かったぞ。なんや、お前のわがままがいつでも笑い話になるし、お前がいてるとしばらくネタに困らんかった。バイト見つけるって言ってくれた時も嬉しかった。じゃあ、これからも頑張れよ。追伸。なあ、続きが読めないんだけど、ここね。普通に感動の文章じゃないか。追伸に何が書いてあるんだ。あ、俺殺人犯すかもしんない。ちょ、一体どうした？待て待て、本当にお世話になるのだけはやめておけ。何が書いてあったんだ？追伸、2泊3日の京都旅行楽しんでくるわ。帰ってきたらまた遊んだるからな。あと弟なんかいてるわけないやろアホが。待って、状況が飲み込めない。なにー？来たー、釣りでした。釣られたな、終末か。だった千葉な、この野郎。俺の涙を返せ。立花最強伝説。奥さんがニコニコしてたのはそれもあってか。最高の釣りだな。そんなこんなで彼との戦いはこの先も続いていくだろう。でもそれはVIPの外でのお話。面白いことがあったらまたお前らに報告しに来るよ。でも期待はしないでくれ。とりあえず俺は今からジッポ奪還計画立てるから、お前らも頑張れよ。ここまで呼んでくれたお前ら本当にありがとう。ムカつくのであと2年はゴロゴロしてやるわ。またどこかで会おう。お前らは、無茶、すんなよな。なにわの週末派劇場、かん。詐欺だ、ジッポ取られた。ジッポ取り返せ。週末派だけじゃなく、俺たち全員立花さんに釣り上げられた。すごいな立花さん。いかがでしたか？感動的な別れと思いきや、全員で立花さんに釣られてしまいました。このスレで、立花さんのファンになった方は多いのではないでしょうか。きっと、立花さんに盛大に釣られた後も、関係は続いているのでしょうね。はじめは想像できない一致の行動に心配にもなりましたが、なんだか人の温かさを感じるスレでしたね。続いては、こちらのスレを紹介します。オンモール。とても広くていろんなお店があって、近所にあったら嬉しいですよね。しかし、そこにはいろんな人が訪れます。中にはイッチのような喋りすぎるコミュ障も。イオンモールに2日連続行っただけで、店員にポップニートってあだ名つけられたんだが。もうイオン行けないし消えたい。引っ越したい辛い。なんであだ名ついたってわかるんだよ。どの辺がポップしてるんだよ。俺もセブンイレブンで富田のつけ麺の人のあだ名がつけられてると思う。たった2日で顔覚えられるってすごくない逆に。住んでるところクソ田舎なんだけどチャリで行ける距離に最近でっかいイオンできたんだよ。本当に何もない街だからすっごいワクワクした。できてすぐは知らない街みたいに道が混みすぎて、まあチャリで行けば関係ないんだけど。人混みが苦手だからオープンして2週間後くらいに行った。
ポップニート、人生楽しんでそうな感じのあだ名だな。入ってみたら思ってたより広くて感動した。最初はゲーセンに行こうと思ってたけど、結構きつい上り坂の上にあるから汗かいて、息切れもやばかったからとりあえず休憩しようと思って、フードコート探したんだけど、ない。イオンモールの中を行ったり来たり、1階に行ったり2階に行ったりしたけどない。オープンして2週間経ったとはいえ人がまだまだ多くて思うように動けない。疲れがピークになったからとりあえず飲み物だけでも買おうと思って食料品のところへ行ったけど、レジが激混みすぎて泣いた。ポップニート様ご来店です。レジ待ってる時間あればフードコート探した方がマシだって思って、また歩いてたら、ウォーターサーバーの宣伝してるお姉さんにティッシュ渡された。女神だと思った。フードコートどこですかね？って聞いたらシカトされたから。あれれ？って言ったら、めっちゃ笑顔ではい？って、返してくれて聞こえなかっただけかと思って、フードコート知らん？ずっと探しててって言ったらまたシカトされた。2回目のシカトで心が折れたから、もらったティッシュで汗拭きながら歩いてたら携帯ショップの客引きしてる店員と目が合った。すみません、フードコートどこですかね？って聞いたら、本屋の向かいですよって言われて、あれ？本屋の前何回も通ったのになと思いながら行ったらトイレだった。イラッとしたけどトイレの近くに店内の地図？案内？みたいな掲示板見つけたから、それ見たらフードコートは建物が別になってるぽかった。とりあえず一回外に出るかと思ってさっきの店員のところに戻って、フードコート外なんですね母って言ったら、はぁ？みたいな顔された。はぁ？挙動不審なんだろうな。昼過ぎだったのにフードコートめっちゃ混んでたけど、モスバーガーだけちょっと空いてたからモスで食べることにした。注文するとき店員にマックじゃなくてモスなんですね、フードコートといえばマックかと思ってました。って言ったら苦笑いされた。無事昼ご飯も食べ終えたからとりあえずゲーセンに行こうと思ったんだけど、モスで飲み物頼むの忘れたから喉乾いてヤバくて先に飲み物買いに行くことにした。ジュース売り場に行ったらペットボトルになんかついてた。もうすぐイオンの中に映画館ができるらしくて、オープンしたらポップコーンが無料でもらえますよっていうクーポンだった。こいつはやっべえと思ってとりあえずジュース3本買った。レジが相変わらず混んでて辛かったけど、無料のポップコーンのこと考えたら我慢できた。どう考えてもデブ。ジュース飲みながらゲーセン行ったらウォーターサーバーの女神がいた。無料クーポンでメンタル全開した俺は、さっきは忙しくて聞こえなかったんだろうなと思って、こんにちはって言ったら、え？って反応してくれた。なぜ無駄に話しかけてしまうのか。これ、ジュースについてたんですよ、お得ですよね、無料ですよ。一つお姉さんにあげちゃいます。って言ってお姉さんに渡したら、お姉さんへ？え？って言ってたけど、さっそうと立ち去った方がいいと思って、じゃ、頑張ってくださいねって言って通り過ぎた。これはうざいな。無駄に地雷踏み抜く行動力だな。俺の中では今のでお姉さんと付き合えるフラグじゃね？ってなってずっとニヤニヤしてた。ゲーセンがさっきの携帯ショップの近くだったからまた前を通ったんだけど、トイレの場所教えてきた店員がまだ客引きしてて、こいつはムカつくからクーポンあげないと思って、これ、ジュースについてたんですよ無料だからまだあるかわからないですけどって言ってそのまま通り過ぎた。キモー。これでまだ初日なんだよな。翌日にも無双したんだろ。警備員に通報されるレベルだろこれ。一番の目的がゲーセンだったから、ゲーセンのクソさにがっかりして、モチベ回復するためにとりあえず全部のお店を回ることにした。ゲーセンの隣が子供用品とかおもちゃ売り場だったから、とりあえずそこから行くことにした。平日だったから本当に小さな子供しかいなくて、可愛いなと思って見てたら無料クーポンのこと思い出して、すれ違う子供にこれジュースについてるんだよ、ポップコーン無料になるよって、教えた。完全に子供たちのヒーローになれたと思った。これはポップニート、ポップコーンのポップかよ。完全に声かけのクーポンおじさんでくさ。他にもいろいろお店入ったんだけど、服屋の店員はたまに何かお探しですか？って聞いてくれたけど、アクセサリーのお店とか手芸のお店の店員にはフルシカトされた。声かけてくれた店員にはこれ、ポップコーン無料になるやつ、ジュースについてるんすよって教えてあげた。お客様の声コーナーがあったから、アクセサリーのお店や女性向けのお店の店員は、男性客への声かけができていませんでした。不愉快な思いをしましたって書いて入れといた。新生地違い。
場違いなき違い外児がいたんだ。店から追い出されなかっただけ感謝しろよ。2階は制覇したし、次は1階に行こうと思って、1階に降りる前に女神に挨拶しとこうと思ってウォーターサーバーのところに行った。女神は接客中だったからしばらく近くをうろうろしてたら他の店員にティッシュを渡された。もうもらいましたからいいですって断った。全部読んだけど予想を上回る気違いだった。店員さん怖かったろうな。ちょっと大きな声を出してしまったみたいで、接客中の女神がちらっとこっちを向いてくれた。目が合ったら恥ずかしそうにそらしたから1階に降りるから、またねって言って、手を振ったらうつむいたままだったから照れてる可愛いって思って、ティッシュ渡してきた男にあの子友達なんだよねって言ったら、ハースって謎の呪文を唱えられた。ハース。1階に降りた俺はめっちゃ人が並んでるお店を見つけた。ドーナッツ屋さんだった。ミスド以外のドーナッツ屋さん、初めて見たからすげえと思って母ちゃんにお土産買って帰ることにした。列に並んだけど全然進まない。めんどくさくなったから近くにいたペッパーっていうロボットと遊ぶことにした。わろた、まだ一日目。ペッパーは子供たちに大人気で、めっちゃ子供群がってたけど、ペッパーの写真撮ってたらいつの間にか子供いなくなってて、ラッキーと思ってしばらく遊んでたら、イオンのババアに、子供たちにも順番譲ってあげてねって言われたから遊ぶのやめた。ムカついたからババアにはクーポンのこと教えてあげなかった。一回でも入ったお店で声かけてくれた店員にはクーポンのこと教えてあげた。その中でも GU のお姉さんが、並走なんですかすごいですねって食いついてくれたからクーポンあげた。想像をはるかに上回ってるわ。一回も一周し終えた頃には母ちゃんが仕事から帰ってくる時間になってたから帰ろうと思って。ドーナッツ屋さんもう一回見たけど、すげえ列だったからとりあえずクーポンついてるジュース買えるだけ買って帰った。家に帰って母ちゃんにイオンに行ってきた。すげえ買った。無料でポップコーンもらえるジュースいっぱい買った。って話したら、すごいねえよかったねえってニコニコしながら聞いてくれた。クーポン2枚あげて今度父さんと行った時2人で食べなよって言ったらめっちゃ喜んでくれた。ようやく1日目終了か。無料でポップコーン買えるジュース代でポップコーンが買えるんじゃないの？イオン楽しかったな。近くにこんな場所できてラッキー。毎日時間潰せる最高。明日も行こうって思った。女神のために明日はちゃんとした服装で行こうと思ったけど服のレパートリーがないから同じ服になった。二日目も楽しんでいきな。次の日は朝一で行った。朝一でも駐車場が満車で車で来てるやつざまうって思いながら坂道を必死に登ったけど登りきった頃にはしんどすぎて車羨ましいって思った。まずウォーターサーバーのところに行ったら女神がいた。俺と気づかずにティッシュを渡そうとしてくれたけど、目が合った瞬間どこかに行ってしまった。こいつストーカーに変容しそうで怖い。めっちゃ照れ屋じゃんと思って可愛すぎてニヤニヤした。とりあえず時間はあるからドーナッツ屋さんに並ぶことにした。そしたらペッパーの横に昨日のババアが立ってたから、おはようございますって言ったらシカトされた。なんかパワー系沼っぽいね。ババアにシカトされてメンタル傷ついたからドーナッツ屋さんに並ぶのやめた。癒しを求めてまたウォーターサーバーのところに行ったら、女神がこっちを見た後男の店員に耳打ちしてた。私、あの人を好きになっちゃったんですって言ってるのかなって思った。男の店員がこっちに近づいてきた。男の店員と話しに来たわけじゃねえと思ったから、よっまた来るねって言ってその場を離れた。その後お店回ったけどアクセサリー屋の店員はやっぱり話しかけてこなかったからこっちから声をかけることにした。すみません、このクーポンなんですけどって言ってポップコーンのクーポン見せたら、ん？って顔するから、あ、知りませんか、うなんかジュース買ったら無料でついてきたんすよねって言って使い方わからないふりした。ポップコーンどんだけ好きなんだよ。なんかすっげえ面白い。親切にそうなんですか？これ今度できる映画館で交換できるみたいですねって教えてくれた店員いたけどゲロブスだったから、恋には落ちなかった。携帯ショップに行ったらトイレの店員がいた。おはようございますって言ったら、あ、って半笑いになったから、は？って言ったら、プシューみたいなこと言って店の奥に消えてった。会話できないタイプ丸だし。ポップコーンでも食ってろデブ。めっちゃ不快になったから女神見て癒されようと思ってウォーターサーバーのところに行ったら男の店員が女神の隣にずっといて話しかけるタイミングがなかった。男の店員が先にこっちに気づいてあの、すみませんって言って近づいてきた。女神からの伝言かな？連絡先聞きたいけど恥ずかしいのかな？って思って、知らないふりしてはい？って言ったら、あの子怖がってるんで、もう話しかけないでくれませんかって言われた。死にたくなった。ストーカーはここで女神は照れ隠しでツンツンしてるって思うかもしれないけど、
俺は普通だからそこは勘違いしなかった。ショックすぎて泣きそうになりながら、ああごめんねごめんねって女神に手を振ってその場から逃げた。普通ってなんだっけ？誰だって自分自身が普通なんだ。その後速攻で家に帰った。もうイオン行けねえや、毎日時間潰せると思ったのにって思った。帰り道涙が止まらなかった。それからしばらくイオンに行くのをやめた。母親と父親が休みの日に一緒に行こうって誘われても行かなかった。先週家の片付けをしてたらポップコーンのクーポンが大量に出てきた。クーポンの期限が8月までだったし、あれからだいぶ月日が流れたし、女神もきっと俺のことなんか忘れてるだろうと思ってポップコーンをもらいに行くことにした。まだ続きがあるのか。ウォーターサーバーのところは通らないようにして映画館に一番近い入り口からイオンに入った。映画館でクーポンを大量に出して大量にポップコーンをもらった。逃げるようにそのまま帰ろうと思ったら映画館の店員が話しかけてきた。あれ？末松じゃね？名前呼ばれてびっくりして振り返ったら友達だった。末松さん。細い中だし店員に知り合いがいてもおかしくなかったけど俺は早く帰りたかった。お前そんなにポップコーン？で爆笑されたからみんなの分まとめて頼まれただけだしって言ってごまかしたら。だよな、一瞬お前がポップニートかと思った。って言われた。なんだそれって聞いたら。なんか結構前にポップコーンの無料券自慢してくるキモい奴がいたらしいんだよ。ずっと来てないらしいけど、絶対引き換えに来るから、気をつけてっていろんな店の奴らに言われてる。って言われて変な汗止まらなくなった。ポップコーン食べたくなってきた。ポップ末松。その時は急いで帰ったけど、家に帰ったら俺のことじゃないんじゃね？気にしなくていいんじゃね？ってなってそいつに連絡したら、ポップニートはほとんど全部のお店に現れたらしい。可愛い店員にポップコーンの無料券を配ってたらしい。ウォーターサーバーの店員を辞めさせたらしい。口がめっちゃ臭いらしい。挨拶がめっちゃ元気らしい。イオンの店長会議で話題になって、全部の店で要注意人物になってるらしい。もはやレジェンドになってるよ。てかそいつ今日来てたらしい。って言われた。うっわ、ポップニート末松さんすげー。俺はアドレスを変えた。もう二度とイオンには行けない。たった二日しか行ってないのにもう二度と行けない。引っ越したい。消えたい。確かに、ウォーターサーバーの人には勘違いで迷惑かけてしまったかもしれない。でも他の店員はどういうことなの？善意でポップコーンのクーポン教えてあげたんだよ。なんでそこまで言われなきゃいけないんだ。お前は悪くないよ。世界が悪い。そうだな。だから負けちゃダメだよ。明日も行こうぜ。な。面白かった。笑い転げたわ。いかがでしたか？自分がお店の人にあだ名をつけられていたらと考えると、とても恥ずかしいですね。確かに二度とイオンモールに行けないかもしれません。毎日同じ場所に座ってポケモン GO してたら花坂ニートってあだ名つけられたんだが。配信されたって情報見つけてすぐアプリ落として昼飯も食わずに区画中捕まえに行った。駐輪場に同じ市営住宅の小学生たちがいたからおはようって言ったら。は、この人どっかで見たことある？って言われた。スマホの画面見せながらポケモン GO 配信されたよって教えたら。すげえ。って言われて嬉しかった。チャリをしながら歩いてたらピカチュウゲットするまで一緒についてきて少し仲良くなった。ボスっぽい男の子にみんなで食べておいでってカバンに入ってた地元の映画館で使えるポップコーン無料になるクーポン券あげたら。俺にもくれ。私も欲しい。とか言われて一つしかないって言ったら。ケチじゃん。とか。6人で一つは算数違うし。映画タダになる券がいい。とか手のひら返された。やっぱりお前か。ポケモン捕まえるからマサラタウンにさよならバイバイ。じゃあな。ってチャリ乗ったら、サトシじゃん。ポップコーンのサトシ。って言われた。ムカついたけど早くポケモンやりたかったからそのまま出かけた。近所のいつも布団叩く音うるさいババアとすれ違ったからポケモン GO 配信されてますよって言ったら、はい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 こんにちは。って言われた。日記かよ。まずジュース買おうと思って家の近くのコンビニ行ったらマガジン立ち読みしてる男の人がいたから、こんにちは、ポケモン GO 配信されてますよって言ったら、は、はぁ、あ。出会いがれた。近くにいた高校生くらいの男二人組が、嘘じゃん。とか言ってスマホ見て、マジじゃん。ってテンション上がってたからニヤニヤした。ジュース持ってレジに行ったらいつものおっさんだった。こんちには、って言ったら、うぅ。って言われてムカついたからおっさんにはポケモン GO のこと教えてあげなかった。今日も元気ないですけど大丈夫ですか？って言ったら、うぅ。って言われた。コンビニ出たら女子高生たちが前を通った。教えてあげようと思ってすみませんって声かけたらこっち向いたから、ポケモン GO 配信されとるよ。って言ったら、何ですか？
って言われてポッケ、も、んって言ったらめっちゃ睨まれた。メンタル折れたから家に帰ろうと思った。ポップニート末松だっけか。長いよ、ポップニート、メンタル折れたから家に帰ろうと思った。このフレーズ読んだな。そしたら家に帰る途中でコンパン見つけた。めっちゃ可愛いじゃん。こいつ育ててずっと相棒にしようと思った。ポケモンゲットしてメンタル回復したからまだ冒険することにした。ポケストップ探しながらすれ違う人にポケモン GO のこと教えてあげたら中学生と高校生の男の子はめっちゃ喜んでたけど、大人の男と女は歳関係なくシカとかはぁって顔するかのどっちかだった。でも教えてあげた後すぐスマホいじり始める人と書いてなんだこいつって思った。ポップニートかと思ったらポップニートだった。住んでるところクソ田舎なんだけどポケストップとポケストップの距離が離れててチャリでも限界を感じた。都会みたいに徒歩は絶対無理だと思った。30分くらい炎天下の中必死にチャリこいでたら死にそうになった。もう今日はいいやと思って遠出したついでにラーメン食べようと思ったら途中でポケストップが10個くらい密集してるところ見つけた。そこにはジムも2つあった。こいつはやっべえと思って行ったら城だった。城の前で携帯掲げてる外国人のお姉さんいたから、ああいうプレイポケモン、って言ったら、え?って言われた。ポケモンをナウオンゼールって言ったら、ポケモンをって何?って言われた。よく見たらただの観光してる人だった。ウェルカムマイシティって言っといた。なんでダラダラと長い文章なのにこんなに面白いんだろう。城に入って敷地内の広場みたいなところを一周したらめっちゃモンスターボールが溜まった。しかもゆっくり一周してる間に最初のポケストップが回復するからぐるぐるしてれば道具が無限回収できた。ポケモンもそこそこ出るし楽しかった。あっという間にレベル5になってジムに挑戦できるようになった。ジムは2つともまだ無人だったから最初に捕まえたコンパンとピカチュウ設置してラーメン食べに行った。ラーメン屋のお姉さんにポケモン GO 配信されてますよって言ったら、知ってます。って言われたから俺もうジムリーダーなんすよって言ったら、すごい。って褒められて嬉しかった。ラーメン食べて城に戻ったらさっきまで赤だったジムの色が青になった。は、と思って見てみたら他のトレーナーがジムリーダーになってた。はぁ、って思ってコンパンでジムにバトル申し込んだけど負けた。調べたら CP っていうのがそのポケモンの強さだって知った。コンパン CP11 だったから博士に送った。城は俺のテリトリーにしようと思ってたから悔しかった。強化に同じポケモンの雨がいるらしくてとりあえずたくさんいるポッポとコラッタを強化することにした。コラッタ進化させてジムに挑んだら勝てた。近くに男の人がいたから今ジムリーダー俺っすって言ったら、え?すって言われた。さすがにネタだよな。広場をうろうろしてたらまたジムの色が青になった。急いでジムの近くに行ったら女の子二人組が来てちょうど影になってる段差に座ってた。そこはジムも反応してポケストップも反応する穴場だった。ここにいれば座ってジムも守れるしポケストップで道具も回収できるし日陰だし最高と思ってラッキーって言ったら女の子が、え?ってこっち見た。出たのかな?ってチラチラこっち見てくるからこんにちは。って言ったらどっか行った。は。って思ったけど一人で座れるから別にいいやと思った。座ってジュース飲みながらジム守ってたらポケモンあんまり出なくなったのに気づいた。やっぱ歩き回らなきゃダメなのかと思ったら道具のところに今いる場所にポケモン集める装置あるのに気づいた。それ使ってみたら俺のいるところからハートがいっぱい出てきた。マジなのかネタなのか。めっちゃ焦ってなんだこれと思ったら人が何人か集まってきて。なにこれレアポケ出るやつとか言われて俺がやりました。って言ったら男の子に、これなんなんですかって言われた。ポケモンが集まる。って言ったら、ほえ。って言われて嬉しくなった。ミニユー出てきたすげー。とか言ってる人のスマホをみんなで覗き込んだりして楽しかった。あっという間にハートが出なくなってみんなぼちぼち散り始めた。女の人に、ありがとうございました。って言われたのが嬉しくてまた道具使おうと思ったけどなかった。見たら課金すれば手に入るっぽかった。残ってた iTunes の残高で買えるだけ買った。またハート散らしたら人が集まってきた。さっき来てた人もいたし新しい人もいた。ここでこれ使えばジムも守れて道具も回収できてポケモンもゲットできて、みんな俺の周りに集まってきてヒーローになれるじゃんと思った。でもさすがにモンスターボールが足りなくなってきたからしばらく城を回ることにした。ボール回収して戻ってきたら俺の場所にカップルが座ってた。こんにちは、ここに座りたいです。って言ったら、キモ。って言われてメンタル折れたから家に帰った。母ちゃん仕事から帰ってきてポケモン GO のこと話したら、へえよかったねー。ってニコニコしながら聞いてくれた。夜飯食べてゴロゴロしながらポケモン GO 開いたらジムに置いてたラッタが瀕死で戻ってきてた。家に帰る途中で帰り道のポケストップ行ったら結構ボール溜まったしジムが気になったからまた城に行くことにした。夜の城はライトアップされてたし昼に比べて人が多かったからテンション上がった。
ハート散らして人が集まってくるのが快感だった。ジムが気になったけど21時には眠くなってきたから帰った。次の日も朝起きてすぐ道具回収しながら城に行った。朝は全然人がいなかった。家から持ってきたバスタオルを俺のポジションに置いといた。これなら離席しても場所確保できると思ってハート散らしてからトイレに行った。戻ったらぼちぼち人がいたから皆さんおはようございます。って言ったらみんなまだ眠いのかポカーンとしてた。今、ハート巻いてるのは俺です。って言ったらシカトされた。なんだこいつらって思った。昨日の女の人みたいに感謝の言葉もないのかよって、ムカついたからしばらく道具使うのやめた。昼までおこうっていう自分だけに効果があるアイテム使いながらポケモンゲットした。昼過ぎにまたハート散らしたらぼちぼち集まってきたから皆さんこんにちは。って言ったら、小学生の男の子だけが、こんにちは。って言ってくれたからこっそりここのジムリーダー、俺って教えてあげたら苦笑いされた。夕方までずっとハート散らしてたら知らない男二人組に、あれ昨日の人じゃね。って言われた。こんにちは。って言ったら、ずっといるんですか。って聞かれたから、ここでずっとハート巻いてるの、俺。って言ったら、ふひ、すごいっすね。って言われた。母ちゃんに夜飯いらないって言っといたからその日は眠くなるまでいようと思った。途中で何度か近くのファミマに行ったりして基本ずっとそこに座ってた。ファミマの店員さんのおばちゃんに城のジムリーダー俺なんすよって教えたら、はい。って言われた。城は夜になるとなぜか昼よりにぎわってた。人混みが苦手だから19時くらいに帰った。こんなん笑うやん。次の日は道具買うために課金してから行こうと思ってまず近所のコンビニに行った。いつものおっさんがレジだったからおはようございます。って言ったら、うえ。って言われた。ポケモン GO してます。って聞いたら、ポケモンないよ。って言われた。課金して朝からハート散らしてたら昼過ぎくらいにこっち見てひそひそ話してる高校生くらいの女の子たちがいた。あの人かっこよくない。城の門番って感じ。私も守られたい。とか言ってるんだろうと思ってニヤニヤしてたら、絶対ニートジャンプ。って聞こえてきた。は。って言ったらキャーとか言いながら逃げてった。イライラしてたら1時間後くらいにさっきの女の子たちが多分同級生の男の子を何人か連れてきた。またひそひそ言ってるからこんにちは。って言ったら、こんにちは。って言われた。周りの人もチラチラこっち見てきた。男の子が、ここでずっとモジュール使ってる人ですか。って言われたからそうです。ちなみにここのジムリーダーです。って言ったらスマホいじり出して、すいます。って俺のユーザーネームの英語のところだけ大声で言われた。周りがざわざわし始めて、何ですかって言ったら、ニートじゃん、花咲かニート。って言われた。周りの奴らも笑い出した。いつの間にかジムでラッタが負けて瀕死だったけど俺もメンタル瀕死だったから帰った。善意でアイテム使ってやってるのに失礼すぎるだろと思った。違う時間帯に行けばああいう失礼なガキには会わないで済むと思ったから次の日は深夜に城に行った。一日行かなかったしもう大丈夫だろと思っていつもの場所に座ってしばらくハート散らしてたら、あいつ花咲かニートじゃね。って声がした。深夜もいるのかよ、ホームレスかよ。って言われたからメンタルが完全に死んだ。あれから城に行ってない、というか家から出てない。余った課金アイテムどこで使えばいいんだ。初めからおこう買えばよかった。なんでいつも良かれと思ってやったら悪口言われるんだ。辛い、お盆からじいちゃん家に行くからじいちゃん家の周りで使おうと思ってるけど、それまでポケモン GO どこでやればいいんだよ。この煩雑とした文章がこいつはヤバいやつだと知らしめるな。くそ、かわいい。日記として見るならおもろい。ガチでリアルでこんなことしてたら怖い。なんでダラダラと長い文章なのにこんなに面白いんだろう。いかがでしたか。前回に引き続き、新たなあだ名がついてしまいましたね。久しぶりにイオンモールに行ったらパパになったんだが。3ヶ月ぶりにじいちゃん家から地元に帰ってポケモン予約しに行こうと思ったら、団地の駐輪所に止めてた俺のチャリが両タイヤパンクしててサドルがなかった。ニートだけど引きこもらず毎日出かけるアクティブニートだった俺はチャリがなくなってどこにも行けなくなった。ポップニート。仕方ないから母ちゃんにゲオでポケモン予約してきてって言ったら、Tカードいるんでしょ?って言われてポンタカードだよって言ったら、だからTのポイントカードでしょ?って言われた。ポイントカードだけど、ポンタカードだよって言ったら、そっか。って言われて説明めんどいから渡そうとしたけどアズニャンのシールつけてるの思い出してやめた。ポップニート再び。もう呼んでいいよって言ったら予約してきてくれたんだけど控えの紙見たら2万円くらいしてて。よく見たらポケモンと同時発売の限定パッケージの 3DSLL の本体だった。これ違うよ、ソフトだよ、ムーンの方だよって言ったら。わかんないから自分でして、明日車で連れてってあげる。って言われた。イオンの店員にあだ名つけられたこととかウォーターサーバーのお姉さんの顔とか思い出してメンタル折れた。ニートを甘やかすとはダメな親だな。先に言っておくけど俺はイオンモールに2日連続行ったスレと、
毎日同じ場所に座ってポケモン GO してたスレは立てたけど他のスレは他人が面白がって俺の真似しただけで違う人だよ。どうでもいいやと思ったし全部のスレを見たわけじゃないから放置しようと思ったけど、家族に迷惑かかるような書き方をしてるスレもあったからそれはやめてくれ。俺のなりすましでスレ立てやめろと呼びかけやツイッターやってくれてた人もいたみたいだけど、多分その人はかばってくれたんだと思うけどよくわかんないことになってたから俺もツイッターやってみる。アットポップスエポ、何かあったらここに連絡してほしい。混んでるとガキが間違ってパパとか呼んでくるよね。もうネタなのかマジなのわからん。カオスだね。続き、でもポケモン欲しいしあれから何ヶ月も経ってたし母ちゃんと父ちゃん一緒なら大丈夫だろうしポケモン欲しいしと思っていくことにした。次の車に乗ったら手汗が止まらなくなって見覚えのある坂道をどんどん登っていった先にイオンモールが見えた時は吐き気と動悸がやばかった。何も知らない母ちゃんに。どうしたの？お腹空いた？先何か食べよか。って言われて車から降りたけどずっと人目が気になって挙動不審になってた。あれ？初めてだっけ？あんた前一人で来たよね？って言われてんでもあんまり見てないからドーナツ屋さんとか覚えてるけど、んーってめっちゃ早口で言ったら父ちゃんに。お昼ご飯だからドーナツは後にしなさい。って言われた。フードコートでいい？って母ちゃんに言われて了解ですって言って。じゃあみんな好きなの買ってきてここのテーブルに集合ね。って言われたけど一人になりたくなかったからずっと母ちゃんの後ろについてってた。何回か吐きそうになりながらご飯食べたけど食べた後に本気で吐きそうになってトイレ行きたかったけど、さすがに母ちゃんと同じトイレには入れないから、父ちゃんにトイレ行こうやって言ったら、男がツレションするな。って言われて必死に場所がわからないから場所がわからないからって言ったらしぶしぶついてきてくれた。父ちゃんと並んでしょんべんした後じゃあ父さんと母さんはメガネ見てくるからゲーム買ってきなって言われて、待って、予約の時イオンのカードいるんじゃない？母ちゃん来てって言ったら、この前予約した時カードいらなかったよ。って言われてあ、死んだと思った。ゲーム売ってるところもメガネ屋も2階にあるから一緒にエスカレーター乗って上まで行ったんだけど、だんだん見えてきた2階に一気に冷や汗が止まらなくなった。ウォーターサーバーを売ってる人たちが見えたから、一気に思い出してきて、ここウォーターサーバーのお姉さんがいた場所だ。ウォーターサーバーの宣伝まだやってたんだ。ウォーターサーバー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 もうダメだった。母ちゃんと父ちゃんに隠れるようにしてずっと下を向いて通り過ぎようとした。母ちゃんが何か話しかけてきたけど何言ってるかわかんなかったレベルで気を緩めたら涙がこぼれそうだった。そしたらなんか目の前にポケットティッシュが飛び出してきた。びっくりして俺は鼻水が飛び出した。ウォーターサーバー無料で、あ。お兄さんの言葉が止まった。バレたかと思ってテンパって思わず顔を上げたら苦笑いの知らないお兄さんがいた。ティッシュどうぞ。って言ってきた。ちらっと他の店員を見たら女の人はいないし、メーカーが入れ替わったのか見たことない人ばっかだった。それで一気に気が緩んで涙と鼻水が出てきて、あー花粉症ですみませんちょうどティッシュが欲しいと思ってたところなんすよお兄さんナイスタイミングです。あはーいやこれウォーターサーバーですか？へーいいデザインだな。って言ったらお兄さんが何か言ってたけど鼻水噛んだ音で全く聞こえなかった。そしたら母ちゃんが振り返って、うちはいらないのよすみませんねほら行くよ。って俺の腕引っ張って言った。ウォーターサーバーから少し離れて、あんたなんで泣いてんの？って言われてとっさにあくびとくしゃみとへが同時に出たってニヤニヤしながら言ったら、ほへ。って言われた。振り返ってもう一度ウォーターサーバーのところを見たら、やっぱり知らない人ばかりだった。ふと横の店の店員に、いらっしゃいませと言われた。メガネ屋の店員の顔をじっと見たら、いらっしゃいませって言われてもう一人の店員の顔を見たら笑顔で、いらっしゃいませって言われた。確信した。もうみんな俺のこと忘れてる。ゲーム予約してそのままゲーセンにいるわごゆっくりって言ってメガネ屋を出た。これからは俺またイオンモールに来ていいんだって思ったら心がスーッと軽くなってスキップしそうになった。というかしたらギャルに、うわぁ、みたいな顔で見られてメンタル折れそうになったけどポケモンのこと考えたら大丈夫だった。ゲーム予約するところのレジにいたおばさんにこんにちはって言ったらん、みたいな顔で見られた。ポケモンの予約したいんですけどって言ったら、ここのレジじゃなくて、あっちなんです。って言われた。案内されたレジでこんにちはって言ったらレジで作業してたお姉さんに、わ、いらっしゃいませって言われた。ちょっといいですか？作業大丈夫ですか？って言ったら、大丈夫ですすみませんって言われて、俺こそすみません邪魔するつもりはないんですけどね、なんなら終わってからでいいですよって言ったら、いえいえどうぞ
って笑ってくれた。俺に惚れちゃダメだよと心の中で思った。サンクとムーンを一つずつよろしくお願いいたしますって言ったら、ムーンですねって言われて、サンもですねって言ったら、あ、はいって言われた。お姉さんの目は死んでた。予約終わってゲーセン行こうとしたら隣が映画館なのを思い出した。店員は忘れてても映画館で働いてる友達は俺の顔がわかるからバレないようにマイケル・ジャクソンみたいに後ろ向きでゲーセンに入ったら何かにぶつかった。4歳くらいの男の子だった。男の子が尻餅ついてたからやべえと思って周り見たけど近くに親らしき人がいなかった。泣かなかったし親が戻ってくる前に早く離れようと思ってごめんねって言ってクレーンゲーム見に行った。相変わらず確率機と半導体ばっかでクソじゃんと思って音ゲーの方行こうとしたらズボン掴まれた。さっきの男の子だった。お母さんは？って聞いたら、わかんない。って言われてこの子迷子なのかと思ってお母さん探さなきゃじゃんって言って近くにいた店員呼ぼうとしたら、ダメ。って言われた。なんでって聞いたら、うんち。って言われた。一人じゃ危ないよって言ったら、お口におう。って言われた。ようポップニート、末松久しぶりやな。すぐ来るの？って聞いたらうんって言われたからお母さん戻ってくるまでいてあげようと思ったけど、全然来なかったし店員が何度もこっちチラチラ見てくるからインフォメーションに連れて行くことにした。目が合った男の店員に、こんにちはこの子迷子なのでインフォ連れて行きますこの子のお母さんが戻ってきたら伝えてくださいって言ったら、どちらの代ですか？って言われて何言ってんだこいつと思った。この子迷子ねって言ったら、ああ、景品は動かせないんですよすみません。って言われてやって言ったら、うちの店は置き直す場合初期位置に戻すのですみませんって言われてメンタル折れた。おっかいおっかい、店員もクソだなと思ってもういいですって言ったら、すみやすんって謎の呪文を唱えられた。男の子と手をつないでゲーセンを出てインフォ行こうとしたら、おしっこって言われたからトイレ連れてったら知らないおじいちゃんがめっちゃニコニコしながらこっち見てた。かわいいね、何歳って言われて男の子が、3歳って言った。パパとちゃんと手をつないでいらいねえって言われてびっくりしておっちんって言ったら男の子がうんって言った。いや違うんです迷子だしって言ったらおじいちゃんに、はっはっは元気な証拠やもうパパとはぐれたらダメだよって言われて説明しようとしたけど男の子がうんって言ったからめんどくてやめた。トイレ出て一緒に歩いてたら何回か知らない人に、かわいいねって言われた。なんかこのままずっと男の子と一緒にいたいなって思った。インフォメーションはすぐ下だったからすぐ着いた。お姉さんにこんにちはって言ったら、ふって言われた。迷子なんですけどお願いしますって言ったら、お連れ様をお探しですかって言われて、いや迷子ですって言ったら、おん、どちらのお店をお探しですかって言われた。この子が迷子です俺はポケモンって言ったら、わ、あ、そうなんですかって言われた。インフォの中からお姉さんが出てきて男の子にいろいろ聞き始めてもう大丈夫だろうと思ってバイバイって言ったら、お口またねって言われたからまたねって言っといた。インフォのお姉さんに、ありがとうございましたって言われた。メガネ屋に行きながらちょっと寂しくなってまた勇気出してイオンモールに来たらあの子に会えるのかなと思った。メガネ屋に行ったら母ちゃんも父ちゃんもいなくてすれ違いでゲーセン行ったのかと思って、ゲーセン行ってたら迷子の放送が流れてさすがイオンさん対応早いなと思った。アクティブニートを自称してるのならお口くらい磨いて出かけような、末松。迷子のペッパーくん、仮名がお待ちです。って言っててあの子ペッパーって言うのかそういえば名前聞いてなかったなと思った。ゲーセンで母ちゃんたち見つけてさっきの迷子の放送の俺だよって言ったら、あんた迷子やったの？携帯に電話しなさいよ。って言われた。違うよ俺が迷子なんじゃなくて、迷子の子を連れて行ったのって言ったら父ちゃんにニヤニヤしながら、本当はうんこしてたんだろって言われてムカついたけどまたイオンモールに来ようと思った。というかこの前ポケモン取りに行ったからその時の話はまた今度。ポップニート生きてたのか、うんこ漏れたまで読んだ。いかがでしたか？ポップニート、相変わらずの文章力、そして行動力でしたね。その後の話もまた投稿しますのでお楽しみに。行ってみようか道に行ったら迷子の放送で名前呼ばれて店員に泣かれたんだが、お盆に家族と母親の実家に帰省したけど父親がお盆関係なく仕事あって親は一泊で帰った。でも地元で暮らすのに疲れた俺はそのまま一人で残ってじいちゃん家にしばらくお世話になることにした。朝6時ぐらいにばあちゃんに叩き起こされて親を見送った後ゴロゴロしながらポケモン GO をしてたら、何それってじいちゃんに言われてポケモンだよって言ったら、何って言われた。ばあちゃんに、
あんた小さい時好きだったねピカッチャ。って言われたからピカチュウだよって言ったら。は？って言われた。恐怖じゃなく天然か。まさか？ばあちゃんに画面見せてって言われてちょうどコラッタ出てきたから見せて。ピカッチャ？ピカッチャ？って言われたからピカチュウだよって言ったら。あれまあ。って言われた。あらあピカッチャじいじの横にいるなんじゃこれ。って言われてばあちゃんピカチュウにボール投げていいよってスマホ渡したらスマホごとじいちゃんに投げられた。わろた。まあほのぼの。すげえ楽しそう。かすかに香るばあちゃんのじいちゃんへの像を。なんかじいちゃんとばあちゃん喧嘩始めたし、じいちゃんの家の周りポケストップなくてボールがなくなりかけてたから、行ってみようかどう行こうよって言ったらばあちゃんに半切れで。糸よかぶ？いや。って言われた。車で30分くらいで行ってみようかどうに着いた頃にはばあちゃんの機嫌直ってた。ばあちゃんに。どこ行きたい？って言われたけど初めて来たから何がどこにあるのかさっぱりわからなかった。米印丸に行くかい？って言われた。聞き取れなかったけどうんって言っといた。そしたらなんとかうんっていうユニクロみたいな服屋に連れて行かれて好きなのかいなって言われた。服に興味ないからポケモン GO をしながら適当に店の中一周していいのなかったって言ったら。トイレ行ってる間に決めときなさいよ。ってばあちゃんにぶち切れられた。ライトオンか。店の中でゲームしながら回るのはいかんな。めんどいから店員さんに聞こうと思って近くでジーパン畳んでた店員さんにおはようございますって言ったらこっち見た後無視された。明らかに目があったからもう一回おはようございますって言ったら。私ですか？って言われた。よく見たらゲロブスだったから何言ってんだこいつと思って。いや店員さんなら誰でもいいんですけどねって言ったら。いって言われた。キモい。このスレ、前に見た花坂じいさんの匂いがする。たまたま近くに男の店員がいたからそっちに行っておはようございますって言ったら。いらっし、一斉。って言われた。まあ普段はユニクロなんですけどここで俺に似合う服ありますか？って聞いたら。えん？何をお探しですか？って言われて服屋で服以外探す人いるか？と思って服ですけどって言ったらうんって言われた。トップスですか？って言われていや、一般人ですすみませんって言ったらはぁ？みたいな顔された。ちょうどじいちゃんが来たから俺トップスに似とる？って聞いたら。誰だ？って言われた。知らんけど間違われたって言ったらばあちゃんも戻ってきてまだ服決まってないのバレてかなり怒られた。店員さんはいつの間にかいなくなってた。ばあちゃんが適当に服決めるわって言ってきたから初めからそうしてくれって思ったけど面倒いから言わなかった。ばあちゃんに服買ってもらって昼ご飯食べることにした。何がいい？って聞かれてマックが良かったけどなかったからファーストキッチンってところに行った。ばあちゃんとじいちゃんは別のところでうどん食べるって言われて2000円渡された。じゃあ俺もうどんでいいのにと思ったけど面倒いから言わなかった。お盆だからかなり混んでて帰りたいと思ったけど前に並んでた JK 3人が可愛かったから並ぶことにした。並んでる時 JK たちが自撮り始めたから、ずっと並ぶの退屈だろうし笑わそうと思って後ろで変顔でピースしたら、え？って言われてええって言ったら、やば、キモ。って言われてメンタル折れたから帰りたいと思った。でも帰ろうにも並んでる人が多くて列から出れなかった。やっと注文できるようになってスパゲティとポテトにしたけどポテトの味の種類多くて迷って、店員さんのおすすめでお願いしますって言ったら、かき氷ソフトはいかがでしょうか？って言われていやポテトの味だよって言ったら、私は蜂蜜レモンが好きですね。って言われたからじゃあそれでって言ったらポテトじゃなくてかき氷ソフトが出てきた。変えてもらおうと思ったけど前に並んでた JK たちの視線が痛かったからもういいやと思ってさっさと食べてばあちゃんたちと合流した。店員も大概やな。ばあちゃんに何食べたのって言われてスパゲティだよって言ったら、なんか口が臭いよって言われた。いきなりじいちゃんがピコピコしたいかって言ってきて意味不明だったけどとりあえずうんって言ったらゲーセンに連れて行かれた。ちょっと見たいのあるからここでメダルでピコピコしててなって言われて5000円渡してきてラッキーと思った。幸せそうだな。俺はもう25歳だからそんな夏休みは二度と過ごせないな。メダルゲームに興味ないしクレーンゲームで欲しいやつあったから取ってたらあと少しのところでいきなりお腹痛くなった。やべえと思ったけどあと少しで取れそうだから我慢してたけどケツからなんか汁が出てきて嫌な予感がした。汗だと思い込もうとしたけど後ろ通ったガキになんかくせえって言われたからメンタル折れた。いろんな人に話しかけられてコミュ力満点だな。もう景品いらないからトイレ行こうと思ったけどもはや動けない。一歩でも動いたら確実に出る。棒出しで紙に祈ってたら店員がハマっちゃってるのでずらしましょうかって話しかけてきた。返事する代わりになぜか涙が溢れてきた。
これが、取れないんですよ、取れなかったから、もうダメなんですって号泣したら。すみません。って言って一発で取れるところに置き直してくれた。景品は取れたけど落ちたやつ取るためにしゃがんだら確実にうんこ出るから景品取れても棒立ちしてた。そしたら店員さんが、おめでとうございます。って言ってきてその瞬間、もうダメだと思って景品取らずに脱出した。でもトイレの場所がわからなかった。俺のケツは走りながら、ぷゆ、ぷゆ、とかわいい音を鳴らしていた。やっとトイレを見つけたけど何人か人が並んでた。こんにちはすみません順番を、変わってください漏れます。で腰をくねくねさせながら叫んだら一番前のおじさんが、はよいけ。って言ってくれた。トイレに入ってすぐパンツを下ろした。パンツにシミがついてたけど奇跡的に漏らしてはなかったからセーフだと思った。安心して泣きながらうんこしたら便座の蓋が降りてた。ケツ、足、ズボン、靴、全部下痢まみれになった。普段の俺ならメンタルが折れるが究極の便意から解放されたエクスタシーが若干上回ってたからしばらく放心してた。でもエクスタシーはすぐ絶望に変わった。クソまみれで号泣してたら外から、ベイココマジクセイって声がした。死にたくなった。じいちゃんの携帯に電話したけど出ない。20分くらい泣いた後急に冷静になってトイレットペーパーで体拭いてたら、店内放送で名前呼ばれて変な汗と動悸が止まらなくなった。迷子のお知らせです。茶色の半袖の T シャツにデニムのズボンをお召しになった、3歳の末松丸々くんを探しています。こんな内容だったと思う。違うのは年齢だけだったけど完全に俺のことだった。ばあちゃんに電話したけどやっぱり出ない。また泣きそうになった。半泣きでうんこ拭いてたらまた俺の名前が放送された。完全にメンタルが死んでもうどうでもいいやと思って。フルチンでトイレ出ようと思ったらそういえばばあちゃんが服買ってくれたの思い出した。ばあちゃん神じゃんと思って袋開けたら白のタンクトップと茶色のズボンとベージュと灰色のパンティーが入ってた。ばあちゃんのパンティーだと思ったけどよく見たら靴下だった。とりあえず茶色のズボンを履いた。全身茶色になった。タンクトップに着替えようと思ったけど脇がだからやめた。便器は拭いても床が下痢まみれだったけどどうしようもないからトイレのドアを開けたらすれ違いで入ろうとした人に、なぁ。って言われた。早歩きでその場から逃げた。どこに行けばいいのかわからないまま早歩きしてたらズボンのサイズが合ってなくてこけた。茶色。ってガキに爆笑された。近くにいたびっちそうな店員も笑ってたから近づいてすみませんって言ったら顔をそらされた。なんだこのスレ。迷子なんですけどって言ったら、へ。って言われた僕が末松〇〇ですって言ったらビッチ店員が涙目になって、ごめんもう無理だ思い出したら吐きそうになってきたから終わるわ。今年一番辛かった。なんでどこに行ってもこんなんなんだろう俺は、人と話ができるようになりたい。その後じいちゃんとばあちゃんとなんとか合流して帰ったよ。行ってみようかどうのトイレ掃除の人ごめんなさい。ファーストキッチンのかき氷ソフトはクソ。なんで3歳のアナウンスだったんだろうな。異世界にでも行ってたのって感じ。なかなかの傑作。いかがでしたか？ポップニート、今回も散々な目に遭っていますね。それにしてもこの文章には引き込まれます。続いては、こちらのスレを紹介します。今回は、ニートだったイッチが、アメリカの永住権を取るまでのお話をご紹介します。大学を卒業して就職したイッチは、仕事内容に病んでしまい、働くことができなくなってしまいました。しばらくニートとして生活していましたが、ある出来事がきっかけで一念発起します。果たして、イッチを動かしたのは何だったのでしょうか。ニート脱出してアメリカの永住権取った話。まさかほんまにできると思わんかった。嫁に遊びに行く約束ドタキャンされて暇なんや。よかったら付き合ってくれ。嫁の国籍は？韓国人や。アメリカで出会ってこっちで結婚したわ。そしたらニートになったとこから話するわ。当時の Y は大学卒業して、地元の田舎の工場に就職したばっかりのペイペイやった。機械工学専攞しててな、地元の産業復活させるんやって切り倒しとったわ。人事の評判も良くてな、花形の生産技術事務所に入ってたんやけど、現場の人員が足りんってことで1年目から工場に貸し出されたんや。まあ、期間限定やし、ええやろうと思ってたんやけどな。工場のプレス機から流れてくる部品を手に持って、傷ついてないか確かめて、コンベアに戻して、手に持って、傷確かめて、戻して、手に持って傷確かめて、戻して、1サイクル5秒の作業を朝8時から夜10時までずーっとや、ほんまずーっとや、機械から吐き出される油まみれのガスにまみれて、くっそ暑い中、Y は機械の一部になっとった。
考えたらあかん、人間やと思ったら精神が壊れる、いつか生産技術に戻れるんやと思ってずーっと部品だけ見てたわ。なぜいて関西弁なのですか？関西出身なんやで。アメリカ長くて標準語混じってるけどな。そんな感じで3ヶ月ほど経った後、人事に言われたんや、君の部品チェックの仕事、誰もやりたがれへんからあと半年延長なってな。心がポキッと折れた瞬間やったわ。めでたくニートの完成やな。で、まあ地元の田舎の家に引きこもろうかと思ったんやけど、田舎すぎて噂なんかすぐ広まってまうからな。当時付き合ってた彼女のアパートに転がり込むことにしたんや。これでヒモニートの完成や。で、半年くらい彼女と過ごしながらゴロゴロしてたんよ。言うても彼女は昼間仕事行ってるからな。朝ごはん作ってあげて、見送った後はテレビ見たりアニメ見たりしてたな。あれやな、それまで知らんかったんやけど、朝のニュースって同じ内容を昼過ぎぐらいまでループさせてたんやな。最初のうちは普通に楽しかったねん。コードギアス全話一気見とかしてな。でも、だんだん面白そうなアニメもなくなってきて、やっぱ働かなあかんのちゃうか、って思い出してきたねん。そんでも前おった田舎の工場とは勘弁やからな。今度は何としてでもホワイト企業に就職したる、思ってな。そんで彼女に相談したねん。そしたら、その彼女が勤めてる塾の先生が足りひん、ってことで応募してみいひんかって話になったねん。秒でそれええやん、ってなったわ。当時のワイは工場じゃなくて、職場にクーラーが効いてる。しかも可愛い子供と一緒に仕事ができる。ってだけで超絶ホワイトやと思えたんや。また人手不足ってことで、〇〇さんの彼氏さんやったら大丈夫や、とかいうわけのわからん理由で面接も通ってもてな。小学校の国語算数と中学校の英語を担当することになったねん。結果から言うたら、この就職も失敗やった。そらそうやわ、教育学部も出てない、教員免許も持ってない。小学校の授業とか普通に寝てたようなワイが、いきなり塾に放り込まれて授業とかできるわけがなかったんや。あっという間に親御さんからのクレームの嵐で、同僚と上司の評価は最悪になったわ。さらに悪いことに、同じ職場で彼氏の評判がボロボロなのって、彼女からしたら余計惨めやわな。今まで甘やかしてくれてたんが、日に日に冷められていくのがわかったわ。結局、この彼女に振られて、家を追い出されて、職場でもいたたまれんようになって、1年くらいで仕事を辞めてもたわ。またニートに逆戻りやな。この時点で Y のメンタルはボロボロや。仕事なんかやる気ゼロやった。考えるのはどうやってもう仕事せずに老後まで暮らしていくかやった。クズの極みみたいな存在やな。とりあえず最初にやったのは、新しい彼女探しや。うまいこといけば、専業主婦としての道が開けるかもしれへん。そう思って出会い系サイトに登録して、仕事してる女性の方々とデートにデートを重ねた。そんでその中で介護士やってる人、母性本能めっちゃ強そうな人と出会ったんや。すぐピンときたわ。ああ、この人は Y のことをヒモニートとして受け入れてくれる。そう思ってこの女性と一緒に過ごすことに決めたんや。運よくこの人も Y のこと気に入ってくれてな。元カノのアパートに置きっぱなしやった Y の荷物を自分のアパートに運んでくれる天使のような人やった。ここで Y は前回の反省を生かして、プロのヒモニートになることを決意したんや。なんせ Y が一生働かんでも栄養に頑張ってくれる女性かもしれへんからな。具体的には、ネットでいい主婦とは？という記事を読み漁り、朝は旅館並みの朝食を用意し、昼は彼女のために全ての炊事洗濯を行い、帰ってきたらすぐに夕食を用意し、その後は1時間にわたるマッサージ、などなどや、また、いつかは正社員を目指して勉強している、という体も完璧なまでに装った。英語や会計学の本からメモノートを作り、浴室の壁に貼り付け、彼女が風呂に入る直前に、ごめん、お風呂に入ってる時間も使って勉強しようと思って、今、メモ剥がすな、とかしらじらしく言ってのけた。もしこれを読んでる人の中に専用主婦は休みもなくて大変なのよ、とか嫁から言われてる旦那さんがいたら覚えといてほしい。それは大嘘や。小さい子供がおったら知らんけど、Y が毎日掃除洗濯して、100品以上の献立のレパートリーを増やした上で朝晩ご飯と昼弁当を作って、マッサージをしてあげたとしても、1日の半分の時間もかかれへん。きつい評価する人事や、無理な出張ねじ込んでくる上司や、むちゃくちゃ言う客もおらへん。どう考えても外で働く方が何倍も辛いんやで。まあ、それを楽しんでできる人も一定数おるんやろうけど、Y は外で仕事せえへんのやったら何でもやったる。みたいな感じで必死やったんや。そんな感じで2年ほどプロヒモニートの生活を続けとった。そんなある時、Y の人生に転機が訪れる。田舎に住んでる両親が、今の Y の生活を聞きつけて、Y のおじに不足にカツ入れたってくれ、と頼み込んだんや。このおじってのがまた優秀でな、日本親会社出資のアメリカ子会社の社長やっとるような人なんや。
まあ、カツ入れてくれ言われたけど、そんなつもりあんまなくてな。とりあえず一緒に飲むかって、優しく言われたからワイもホイホイ飲みについて行ったわけや。そこで話した中で言われてたんが、ワイ君と彼女が今のまま幸せなんやったら僕から言うことはない。でもそれは、結局ワイ君がほんまにしたいことなんかってことやったんや。ワイは考えた。もうそれは2年ぶりに真剣に考えたわ。そこで出た答えは、今のままプロヒモニートでも彼女はある程度幸せにできるかもしれん。でもできるならば尊敬されるような男になって彼女をもっと幸せにしてやりたい。ってことやったわ。ワイは自分のことを神聖のクズやと思っとったんやけど、なんかプライドっぽいのもあったみたいやわ。そこで目についたのは正社員になる、フリの、ために買った英語や会計学の本やった。公認、それもアメリカの公認会計士。日本はかなり難しいらしいけど、アメリカの試験はどうなんやろ？ワイはとりあえずネットで調べてみることにした。わかったことは、日本は数パーセントの狭き門やけど、アメリカの公認会計士は合格率 50% くらい。しかも一般的には日本でもアメリカでも会計士としての職業ステータスは同じくらい高い。ってのがポイントや。ワイはかっこいい男になる、それだけのために勉強を始めることにした。そして勉強を始めて1週間目、ワイは大きな間違いに気づく。アメリカの会計資格は日本で持ってても監査報告書にサインでき品質意味ない。そもそもワイには会計授業を取ってないから受験資格すらなかったんや。でも多分、これは人生のラストチャンスや。プロヒモニートになるか、アメリカの会計士になるか。多分これを逃したら彼女に尊敬されることはなく一生プロヒモニートとして生きていくんやろう。そう思ったらなんとか受験資格だけでも取ったる。ってなったんや。まずはアメリカで会計授業を取らなあかん。まあ、オンライン授業もあるんやけど、Y の豆腐メンタルでオンライン授業が続くとも思われへんかったから、アメリカの大学の編入英語試験を受けた。120点満点中60点以上で編入可能。Y は62点とかやった。マジでギリギリで先が思いやられた。次におじに頭下げてアメリカで一緒に住まわせてもらうことにした。大学卒業まで最短で2年半。はっきり言って食費と授業料だけで貯金はギリギリや。家賃なんか払えるわけがない。おじはアドバイスした手前か、それともそもそも人間がめっちゃできてるのか、苦笑いしながらアメリカでの同居を OK してくれた。最後に彼女に申し開きや。2年半待ってくれ、それからアメリカに呼ぶか、日本に帰ってくる。彼女はアメリカとか会計士とかどうでもええから、来月の夏祭りに一緒に花火見に行こうとか言って泣いてたわ。ワイは心揺らいだけど、もう引き下がれんかった。日本より色々とどう？人とか。人は上から下まで個性が激しいで。例えば飯を食いに行って20ドル出してお釣り8ドルをもらおうと思ったら、1セントをポイッと投げる店員もいれば、映画の執事みたいなサービスをしてくれる人もおるわ。多様性を楽しみたいならアメリカめっちゃおすすめやで。俺は親を安心させるために、昼は工場で働きながら夜は成功を夢見てネットビジネスに精を出しているスレ主と同じ元ニート。しかも6年もやったベテラン。いつかアメリカを旅するのが夢だ。アメリカに移住なんてすごいわ。それ、めちゃくちゃ尊敬するわ。一度ニートになると再始動までって経験したことない人には予想もつかへんくらい大変なんよな。ぜひアメリカに来てくれ。サンディエゴとベガスの西海岸ルートがおすすめやで。そんなこんなで渡米準備が整って、空港で彼女とお別れした後に初のアメリカ上陸を果たしたんや。行き先はケンタッキー州のど田舎。まあ、おじの家の近くの大学選んだから選択肢とかはないんやけどな。最初にびっくりしたのは大学の学生課の適当っぷりやった。アメリカでは基本的に自分が知らんことを誰かのために調べてあげるってのは、相当ええ人でないとしてくれへん。授業カリキュラム組みたいんやけど、あっちに行け、こっちでは対応してない、知らん、英語勉強してから話しかけろ。まあ、こんな感じであしらわれるわ。やっとのことで担当者を見つけたんやけど、運の悪いことに Y の担当者は50歳くらいのおばちゃんで、体重は Y の倍くらいありそうなビアダルみたいな人やった。アメリカでは外見容姿で人を判断することを法律で禁止してるんやけど、残念ながら体重と仕事の出来は反比例するケースが多い。これはもう事実として受け止めなあかんと思う。案の定ろくにヒアリングもせず、あんたに必要なのはこれ、これ、これ、これ。はい、OK ね。と言われ、面接は10分で終了したわ。会計学がそもそも入ってないんやが。って反論したら机をバンバン叩いて意味不明の英語でキレられたで。多分、あんたにはまだ早い。って言ってたんやと思うけど、結局あのビアダルの選んだ授業の半分は必要ないやつやった。無駄な時間と金を使うたわ。やつは動物園のオラウータンの檻でパーカッションの芸でもしてるのがお似合いやで。ただ学んだこともあった。アメリカで脳情報のまま人に話聞いてからその場で判断を下すのは危険や。普通に騙して金取ったり、全く知らんことを自信満々に語ってくることがあるからな。
常に事前調査をして、あらかじめセカンドオピニオンを持ってから話を聞かんと偉い目に遭うで。アメリカ行く人は気をつけてや。肝心の需要の方は、というとさっぱりわからんかった。そらそうや。事前に勉強してた会計学の需要は全くゼロ。代わりにようわからんビジネス人間心理学とやらを受講して、脳の伝達組織の名前を覚える作業をしとったからな。早くも愛の豆腐メンタルはボロボロやったわ。それに加えてプロヒモニートとして養ってくれてた彼女からアメリカに来て3ヶ月で別れを告げられた。これも今考えるとそらそうやわ。ワイは夢を追いかけるから日本で2年半待ってくれ、キリ。とか虫が良すぎるやろ。ワイは人目もはばからず、大学の図書館でむせび泣いたわ。まあ、そんなこんなで、彼女に尊敬される男になる計画は早くも破綻を迎えるわけや。もうなんでアメリカまで来て脳の伝達組織の名前を覚えてるのか、ほんま意味不明やったな。ごめん、何のためにアメリカに行ったの？説明不足やったな。すまんやで。アメリカ会計試験の受験資格を取るためにアメリカの大学入るのと、アメリカの会計資格はアメリカでしか使えんから、あわよくばそのまま会計事務所に就職して彼女と一緒にアメリカに住むのが当初の目標やったんやで。ほーん、なるほど。でもいい気分転換にはなったんちゃう？そうかもしれん。でも100万単位で金使って彼女にも振られてるんや。もう後には危険のやで、狂ったギャンブラー状態やな。じゃあ今はアメリカで会計士になることを目標にしてんのか、英語はどのくらいできるの？その辺は話の流れで書かせてもらうわ。意味不明な需要、彼女との別れ、需要量で飛ぶように減っていく金、それに慣れん土地での生活、いろいろ重なってボロボロやったけど、やっぱりおじに助けられた。仕事に余裕がある時は一緒に酒飲んで話を聞いてくれたし、飯もおごってもらった。ほんま感謝してもしきれんわ。ある意味引くに危険状態になって、アメリカで学生を続けて1年が過ぎたわ。ようやく切れた相手により切れ返すっていうアメリカでしか使わん交渉術も身につけて、ビアダルに会計学の授業の受講承認もらえた頃や、新しい出会いが待っとった。切れ返すの疲れるよな。それが必要になる国とか地域には住みたくないわほんと。せやねん。めっちゃ疲れるから、わざと切れるの苦手な人は日本安定やで。それが今の嫁やな。彼女は韓国から来てた交換留学生で、Y みたいな奴の話を真剣に聞いてくれる天使みたいな子やった。Y は1日目でもう好きになってたけど、残念ながら彼女は左手の中指に指輪してたねん。韓国では恋人がいますっていう証やね。なんとか嫁とお近づきになりたい Y は、休みの日は何してるん？やっぱ韓国の彼氏とスカイプやってずっと話しとるん？ええなぁ、一人身には羨ましい話やわとか色々と探りを入れて様子を伺った。そしたら、その彼氏と喧嘩して留学してきたって言うんや。正直チャンスや思たで。今の世の中女は希少種だから、一人の女が複数の男と関係を持つのは自然なこと。そうなんや、基本的にワイは女性関係下水年。日本のお酒の美味しい店があるって言うて一緒に飲みに行って、あかん、酔ってもうて車運転できひんわ。そこのビジネスホテルで飲み直そ、ほらエアカワインもあるねんって言うて一緒にホテルに行く流れになったんや。これが嫁に会って1週間とかそんな話や。男慣れしてない嫁からしたら、展開早すぎてどうしたらええかもう別れへんかったと思うわ。今でもこの話でいじられるで。で、普通にやることやって次の日、二日酔いの頭で強引すぎたな。これで彼女との関係もあかんようになるかなってへこんでたら、あなたのやったことは許せないけど、私にも責任があった。これから長い時間一緒にいてお互いの関係を修復していきたいって連絡があってん。真面目で辛抱強い嫁やねん。で、その後、正式に韓国の彼氏と別れてお付き合いが始まったわけや。それから1年半、彼女は交換留学生の期日を延長したり一時帰国しながらアメリカに残ったりしてたけど、ついに韓国に帰る日がやってきたわ。Y の方はというと、1年半の間にアメリカの生活も慣れて、彼女にサポートしてもらいながら試験勉強。会計士試験4科目のうち、3科目の合格を果たして大学も卒業目前やった。多分、人生で一番勉強してた時期やと思うわ。日本とアメリカどっちが住みやすい？ Y はもう日本には住めんかもしれんな。住めば都言うけど、アメリカに7年住んだら、家が広いとか、肉がうまいとか、テニスコートが公園にあってタダで使えるとか、車でどこまででも行ける、とかいろいろええとこあるねん。でも最初のうちはやっぱ慣れへんと思うで。環境因子もあるけど、それを凌駕する本人の自己研鑽だな。素直にすげえよ。めっちゃ嬉しいこと言ってくれるやん。ありがとうな。でも Y は基本周りに恵まれてるんや。ほんまにすごいのはどんな状況でも売れへんやつやと思うで。一年半の間に嫁の優しさにほだされて、下水 Y はだいぶ浄化されとった。やっぱり人間、付き合う人で性格変わるもんやわ。彼女が韓国に帰る日、一致はある約束をします。
それで韓国に帰る嫁に約束したねん。アメリカで就職できたら就職先がサポートする滞在ビザが出る。この滞在ビザは配偶者にも付与される。もしアメリカの会計事務所に就職できたら、結婚して一緒にアメリカに住もう。ってな。広い家の維持の面倒くささが嫌で魚のうまさが好きで車の運転は嫌いで。やる気もないけど無料手に工が普通に近所の公園にある俺はアメリカに住めないだろうとは分かってた。一致ははよ米国に帰化したれや。アメリカの裁判員制度とかめんどくさいから帰化はパスや。アメリカに住んでわかるけど、社会保障とか利便性とか日本は素晴らしい国やで。日本人は誇るべきやね。嫁はその言葉信じて韓国に帰っていった。ワイは嫁のためにも絶対にアメリカの会計事務所に就職したる。もうプロヒモニートのあの頃のワイとは違うんや。って燃えてたわ。実際のとこ、アメリカには日本みたいな新卒カードはない。せやから、大学卒業間近になってもみんなのんびりしてて、就職が決まってるのは全体の3割とかその程度や。ワイはというと、卒業したら学生ビザが切れるからアメリカから放り出されて就職活動のチャンスすらなくなってまうわけや。正直焦っとった。そんな中、一つの会計事務所がぜひ直接面接をしたい、と言うてきてくれたねん。ただ遠い。車でその事務所まで往復12時間かかるから、丸2日授業を休んで面接に行かなあかん。ひいては、Y の最終成績スコアに響く可能性がある。Y は迷ったけど、その事務所の面接を受けることにした。正直面接の結果は散々やった。まともに答えられた会計関連の質問は半分ほどやったにもかかわらず、後日、内定通知が送られてきた。これは、もしかしてあの塾の時と同じで単純に人が足りないケースなんやないやろうか。いずれにしても、Y にそんなに選択肢は残されてなかった。日本に帰るか、この事務所を選ぶか。Y は覚悟を決めて、この会計事務所に就職することにした。塾を辞めてプロヒモニートになってから約5年ぶりの就職や。結果から言えば、Y の予想は半分外れで半分当たりあった。人は足りない。特にめんどくさい日本人の客を対応する日本人の従業員の数が足りない。ただその原因の一端は、使えないとわかるとガンガン首を切る社風にあったわけや。なら一致は残れるわな。紐の時にも紐の正しいやり方考えてやってたやつやし。実はこれは別にこの事務所に限ったことやないんや。アメリカの会計事務所での1年目の従業員の離職率は約6割。この中で自主退社と首は半々。ってとこや。日本と違って、従業員と会社はほぼ対等な契約関係にあって、事前通達さえすれば、首を切るのも辞めるのも自由。ってことになる。この事務所のちょっとあかんとこは、日本人にもそれを例外なく適用してモテるところや。そもそもアメリカによる会計学を専攻した日本人の募集団が少ないのに、アメリカ人と同じように首を切ってもまたすぐ採用できると思ってたら、ろくに募集も後編結果になってたわけや。実際、Y と同期で入った新入社員は7人。そのうち4人が3ヶ月で全員首切られとった。法律的には日本人だろうとアメリカ人だろうと対等に評価して対等に首を切らなあかんわけで。仕方ないんやけど、現場からしたら慢性的な日本人不足になるわけや。残念ながら Y には人並み外れた才能はない。この状況で嫁にアメリカ来てくれ、なんて言えるわけもない。その上、当時25歳の女性上司に Y はいびられとった。もしかしたら若い女性上司にいびられるのは人によってはご褒美なんかもしれへん。でも、明らかに作業量を増やす目的で訂正に訂正を要求され、ゴミを見る目で見つめられると、快感を覚える前に心が病む方が早いのは明らかやった。そこで Y はアプローチを変えた。このイガグリのようなオーラを出している25歳上司に気に入られることは諦めて、母性本能を出している年上の女性。運よく同じ部署に5歳ほど年上のベテラン女性がいたので、彼女に取り入ることにした。アプローチを変えるとこがすごい。俺も職場でいびられたことあるけど発想変えて責めることができなかった。家族持ってても踏ん張れなかった。誰かはきっと助けてくれるんやで。Y も人に頼らない既定権人間やから、常に味方を探してる気がするわ。会社の年上の女性を味方につけるため、一致は行動を起こします。まず、Y はこの女性の好みのスイーツを聞き出し、クックパッドで研究に研究を重ね、圧力が生じないように部内全員に Y の手作りスイーツをご馳走したんや。その次に、自分の仕事が終わった後にその女性の仕事の手伝いをさりげなくするようにしたんや。誰かに頼もうとした仕事の準備がすでに終わっている。曖昧であったはずの作業がどういう手順で進めればよいかがマニュアル化されている。こういった下準備が彼女のハートを徐々に掴んでいったはずや。1年後の部内会議、この女性のバックアップもあり、Y はなんとか社内で生き残ることができた。2年目以降は、大きなミスをしない限り、部内に残ることができる。Y は永住権取得の最後の大きな山を乗り切ったんや。事務所勤務2年目、韓国から嫁を呼び、アメリカ、日本、韓国の3カ国で結婚式を挙げた。
Y をいびっとった25歳上司は別の会計事務所へステップアップしていった。まあ、この業界よくある話や。事務所勤務3年目、永住権申請開始。ほどなくして嫁が妊娠。アメリカでの出産を決意したわ。事務所勤務4年目、息子誕生。在来種やな。なんか日本人と韓国人の間に生まれたアメリカ人。ってことになるんやけど、国にこだわらず自由に育ってほしいと思うで。事務所勤務5年目、永住権取得。長かったけどこれが先月の話や、以前のプロヒモニートのことも思い出すけど、アメリカ来てよかった思うで。Y は他人に頼らなあかん、才能のない、根性もない人間やけど、自分の中で一個だけ好きなとこがあんねん。それは迷った時、とりあえずちょっとだけやってみてから考えようって思うことや。自分のことを一つでも好きなところがあるって言えるのがすごい。今、自分の好きなところを言えって言われてもわからん。ありがとうやで、めっちゃ嬉しいわ。Y はそうやって人のことを認めてあげれるのは十分自慢できることやと思うで。もし以前の Y と同じようにニートやってて、やる気が全然出えへん、外行く気なんか出えへん、就職とかハードル高すぎ。って思ってる人がおったら、ちょっとだけ外に出てみてほしいねん。別になんもせんでいいから。一番ええのは出会い系とか待ち込みやと思うけどな。そこまでいかんでも何かあるかもしれへん。もしかしたら、お、これ面白そうとか思うことがコンビニかどっかの雑誌に載ってるかもしれへん。そんでもうすでに目標を持って動けてる人。ほんますごいわ。Y はアメリカでもう逃げられへんようになって動かされてたけど、今日本におる状況で、しかも自分の意志で頑張れてる人を Y は心から尊敬する。ぜひ夢叶えてほしい。そんでもしアメリカ来ることがあったら、ぜひ楽しんでいってほしい。癖のある国やけど、あれやねん。ムカつくやつは受け狙いでやってると思ったら結構おもろいから。Y の話はこれで終わりや。何か質問あったら聞くし、お前寒いねん、時間無駄にしたわみたいなんでも全然構わへんで。アメリカにいて癖強い奴同士のぶつかり合いってよう見ると思うんやけど、そういう場合の面白いエピソードある？日本だと癖強い奴同士が仕事上ぶつかると、大体どっちかが大人の対応で終わって根本の解決になってなかったりするやん。せやな、バスに乗っ取った時の話やけど、一人の客が運転手にめっちゃキレてるねん。なんやろ思って聞いてたら、どうも運転が荒い、俺は別にええけど、乗客にはお年寄りもおるやろ、気を使え、とか言ってたんよな。で、運転手もこれが俺の運転の仕方だ、文句がある奴は今すぐ降りろ、って言ってバスを路肩に止めて運転放棄したねん。で、いやそんなんええからバスの運転再開しろ派と、ちゃんと運転手は謝れ派に分かれて、その後、20分くらいバス動かへんくなったことやな。結局運転手は謝らず、文句のある奴はそこからバス降りて、どっか行ってもうたわ。誰も幸せにならへん結末やった。日本に残してきて、3ヶ月で別れを告げられた。彼女の消息現状は不明？別れた後、3ヶ月後くらいになって、好きな人ができました。メールもろたで、しゃあない、彼女にはアメリカ来るきっかけくれただけでも感謝やで。そっか、そこが限界か。別れたらそんなもんだよね、やっぱり。子供の名前はどこの国風？あと、子育ては何語なの？名前は韓国と日本から共通する名前にしたで。アメリカ人からしたら、ちょいはてなってなるやろうけどな。子育て言語は3カ国語混じっとるわ。まあ、これは保育園に行き出したら結局英語が主言語に落ち着くから、なんでもええらしいな。子供には Y の適当な英語をバカにされるのももうすぐやで。すごい話だな。給料とかはどれくらいもらえるんだ？しゃあないな。Y の恥ずかしいとこ包み隠さず見せたるわ。5.5 万、6.0 万、7.0 万、7.5 万、8.0 万、9.0 万、予定、やな。物価高いアメリカで家族3人と1匹養わなあかんからな。Y も必死や。英語話せるようになりたいねんけどいい勉強法ない？これは間違いなく英語圏のパートナーを探すことや。日本やとクラブ、バーでエンカウントできるで。英会話カフェの先生からご紹介いただくのも手やし、コミュニティサイトみたいなんもあると思うで。今来た、面白い話だった。なんだかんだで一気が努力家なのは分かった。プロのヒモニートになろうとする努力。他人に寄生するにも努力が必要なんや。これは今の仕事の栄養スキルとして役立ってるわ。採用のお馬さんや。一気が勉強の方だけでなく、人として頭いいのも分かった。ユーモアあるのもいいね。話すべてが面白い。Y もたびたびニートしてるが、そこまでやる気でんわ。USCPA いいな。今やったら日本でも受験できるし、USCPA おすすめやで。ただ実務で使うのはアメリカだけやから、日本は外資の連結決算が絡む経理とか、そういうちょっと特殊なとこでしか使えんのが微妙やね。とりあえず日本の取るわ、社員税理士多いから反感買うが。それがええと思うで。周りに負けずに頑張ってや、資格取って見返してやったらええねん。ちなみにアメリカは、確定申告の代理申請に専門家資格はいらんで。
その影響で会計士代なり税理士、いやむしろ税理士っておるん。状態やから圧力そのものがないわ。普通は会計士がまとめて監査報告書のサインも確定申告書のサインもしてるで。永住権って、その国のパートナーがいないとダメなんだっけ？発達障害は海外きついよな。あながち間違ってないで。Y みたいに会社に帰省して永住権取る方法もあるけど、一番簡単なのは、その国でパートナーを見つけることや、どの世界でもイケメンが優遇されるで。世知辛いな。その見識の狭さ、にわかってレベルじゃないな。教えてください。申請資格詳細は各国違いがあるからGoogleの推奨だけど、先進国クラスなら基本的に大卒または高難易度資格所持。現地で正社員として何年かの勤務経験、犯罪歴なしで健康なら永住権申請はできると思う。現地人配偶者が必須なのは途上国とか宗教的規制がきつい国が多いと思う。その通りやで、アメリカさんとしてはアメリカ人の職を奪ったり犯罪を起こされるのが一番嫌で、経済回してくれるならウェルカム状態なわけや。専門資格取ってて、現地で日本人しかできない専門職、Y の場合は日系企業の会計税務サポート、を数年やっとる、って証明ができれば OK や。面接では、薬やってない？宗教団体に所属してる？特定のテロ組織に所属してる？とか聞かれるで。ここでボケ回答すると、今までの苦労がパーになるから注意やで。知らんけど、会計学習士取って内定先あれば普通にインターンビザくらい取れるんじゃね。だから1年続けるっつったのかと。その通りやで。よう知ってるな。修士修了したら OPT っていうインターンビザが取れる。これはまだ学生ビザで1年だけ。そっから H1 っていう専門家ビザに切り替える。これは6年。最後は会社スポンサーの永住権。それぞれの段階で会社はビザ申請の費用を払うから、会社貢献度低いと簡単に首を切られるわけや。2年目からもらえんのかと思ったらまんどくさ。マスターホルダーでも厳しいのね。せやねえ。正直申請だけやったら2年目からでもできるけど、会社からしたら、専門家ビザで6年様子見れんのに、なんでいきなり2年目のペイペイに永住権サポートしたらあかんねんねん、ボケー、ってことなんやと思うで。その一番苦しい数年を頑張って生き残られたことは本当にすごいよ。一気と奥さんには幸せになる呪いをかけておこう。海外から書き込みできるようになったんか。なんか浪人したら書き込めるとか言われたから400円払ったら不思議な力が働いて書き込めるようになったわ。俺のおじも OC で日本食経営して永住権取ったわ。みんなスピリットがあるよな。せやな。国外出るやつはほんまにスピリットあると思うわ。ただ Y みたいに、最初はみんなちょっとしたきっかけやと思うから、特別な人が特別なことやってるわけやないで。そういや白木屋さんかか何かで、個人がハワイの日本食レストランに出店とかいうのもあったしな。編入試験受かった時点でそこそこ英語はできてたの？フィリピン人の友達おったから英語喋れるようになりたくて、ちょこちょこ勉強してたな。Y にとってラッキーやったのは編入試験にはスピーキングもあったってことや。Y は英語のセンター試験110点とかやったから、筆記はお察しやで。本当にかっこいい。英語も喋れて海外在住とか憧れるわ。俺もこれから勉強するわ。一気にはマジ幸せになってほしいと思う。って、もう幸せか。もっと幸せになりやがれ。いかがでしたか？長いニート期間を経て、アメリカに行くことを決断して努力したイッチ。もしかしたら、日本でずっと同じような環境で過ごすよりも、海外へ飛んで全く違う世界を見ることができたのがイッチにとって良かったのかもしれませんね。今、もし周りの環境を変えたいと思っている人がいたら、イッチのように海外にも目を向けてみてくださいね。続いては、こちらのスレを紹介します。今回は、散歩中に出会った女性と結婚することになったイッチのお話をご紹介します。イッチは引きこもりのニートでした。そんな状況を脱するため、散歩を日課にしていたところ、一人の年上の女性に出会います。なんとその女性は、地域でも有名なセレブでした。10年ニートだったのに、セレブと結婚することになった。どうしよう。友達いません。結婚式とか披露宴とか無理。俺は男です。アドバイスください。スペックよろ。スペック、主、34、オス、23歳から引きこもりニート、身長168、体重80、昔はイケメンでモテた。相手、まだ内緒でいいですか？出会いは、自分は引きこもり改善のために、早朝5時や6時に近所の河川敷の散歩をしてました。その河川敷、朝散歩してる人、20人ほどはいるんだけど、なんせ犬の糞がたくさん落ちてる。潔癖症の自分は、それだけ気分がへこむんだよね。だから、土とスコップ持って糞にかぶせてたんだけど、本当は糞を回収して燃えるゴミで出すといいらしいけど、潔癖症には無理。食料、糞退治。それで、毎朝、散歩しながら糞退治してたんだよね。
土も重いから1日に5個くらいしか退治できなかったけど、それでも毎日していれば糞も減っていってさ、おばあちゃんやおじいちゃんには喜んでもらえた。ペット飼ってる人からすれば迷惑だったみたいで、冷たい目で見られた。姑息だけど、土は家の近くにある土木業者みたいなところから無料でもらえたので、それを利用した。土ってさ、結構重いんだよね。結局、半年ほど毎日糞退治してた。雨とか天気の悪い日はいかなったけど、週に5回は糞退治してた。すると、ある日、犬を5匹ほど連れた人がいて、糞退治してる俺のそばで犬のトイレしだしてさ。俺を挑発してるようなやり方だったんだよね。俺、引きこもりだから軽く怒ることができなくて。切れることはできるけど、切れたら何するかわからんから我慢してた。俺は横目で見てて、早く行ってくれないかなと思ってた。すると、よく散歩に来ている40歳くらいのおばさんが注意してくれた。後でわかったことだけど、そのおばさん近所では資産家で知名度もあって有名な夫の妻だったみたいで、5匹犬を連れたおっさんがペコペコ謝ってた。そこへ俺が登場。二人を尻目に、土でいつものように糞退治。そうすると、そのおばさんが俺に声をかけてきて、若いのに偉いねー、いつも見てたよ、ありがとうって言われた。俺も偉そうに、自分たちが使う場所をきれいにするのは当然のこととか言って、決まったぜ。とドヤ顔で言ってやった。そしてクールな顔でその場を去りました。そして、糞退治とおばさんの効果もあって、河川敷には糞は持ち帰れみたいな看板まで立って、警察も時たま巡回してくれるようになったんだよね。これでやっと普通に散歩ができる日が来たと喜んで、いつもお気に入りの歌を聴きながら、脱引きこもりに向けて体力作りする日が続いた。あの件で、おばさんとはすっかり挨拶できるようになって、久しぶりに女性と話すことができるようになっていった。恥ずかしい話、母を除いて、女性と話をしたのは10年ぶりっす。コンビニすら行くのにも男のレジに並んでたし、女だと手が震えて、言葉がどもる。本当に情けない、今でもそうだよ。おばさんとかにはそうはならないけどね。そして、おばさんと一緒に歩きながら散歩する日もあるようになってきて、何してる人とかいろいろ聞かれた。軽く自己紹介した後に、10年引きこもりしてました。それをやめるために朝散歩してますって話した。これでおばさんは俺を軽蔑するだろうなと思ってたけど、違った。おばさんは、自分を受け入れたのか？社交辞令なのか？おばさんは自己紹介をしてくれた。警備会社とジュエリー会社と飲食店数店など親が経営してると教えてくれた。まだ他にもいろいろしてるようだけど、忘れた、覚えれない。いとこが県議員とか、俺の住む世界とは違う人だなぁと思った。そして、今でも覚えてるのが、私、何一つ不自由しないで生きてきたからそれが悩みと言っていた。俺にはその贅沢の悩みが理解できなかった。嫌味にも聞こえた。それから散歩で出会うたびに、よく一緒に歩いて会話をした。いつものように散歩してたら、おばさんからコーヒー飲んでいく？って言われた。この時、これが誘ってるとは俺はわからなくて、コーヒーは飲めませんからいいですって断った。すると、またしばらくしてから今度は、ケーキ焼いたんだ、食べる？とか言われた。俺は甘いもの全然ダメで、ケーキはちょっと無理ですと言って断った。そして、また一週間くらいしてから、今度はペット飼ったんだけど育て方がわからないから見てほしいと言われて、事前に俺はそのおばさんに鳥を飼ってたことがあって大好きだって話をしてたことがあって、おばさんの家に行くと小さな文鳥のひながいた。話を聞くと、飼ったのはいいけど育て方がわからない、餌のやり方。困ってるから教えてほしいということだった。昔はモテてたのに喋れないほどキョドルとは、どんなトラウマが？友達は斡旋業者で頼めば友達を演じてくれる奴らを呼んでくれるぞ。おばさんに鳥のお世話の仕方を教えてほしいと頼まれた一輝は、餌の準備をしてあげました。俺はヒナを10匹以上飼ってきたから、家から餌やりセットを持ってきて、お湯でふかして餌をあげた。俺の家に鳥はいないので、おばさんに餌やりセットをあげた。でも、俺心配性な性格なもんで、おばさんに散歩で会うと毎日のように鳥はどう？とか聞いていた。俺ね鳥飼ってたんだけど、最初は近所の人から1羽だけ文鳥をもらった。引っ越しをするからあげるって言われた。その鳥、すぐに逃がしてしまったんだよね。次にヒナを2匹飼った、文鳥。とても懐いた、俺が親のように懐いた。いつも俺が学校から帰ってくると出してくれと言って出して遊んでた。寝る時も一緒だった。この時も鳥が逃げた。鳥ってさ自分で鳥小屋を開けることを覚えるんだよね。一番頭が良かったのはインコで開けるわ、言葉喋るわ、苦労した。で、2回目の2匹を飼った時に事件が起きた。思い出したくない、今でも涙が出る。親が歩いてる時に鳥を踏んだ、苦しそうにして死んでいった。今でもあの目が忘れられない。苦しいよ、苦しいよという目をして死んでいった。俺は親をボロカスに責めた。お前が死ねとも言った。1週間くらい泣いた。そして今度は俺が。
一匹になった鳥を可愛がっていた。いつも俺にところに来て、すごく懐いていた。そして俺はこたつで寝てしまった。親と弟が鳥がないと言い出す。俺起きる。鳥が俺の下敷きになっていた。ここまで必死に書いたけど今でも苦しい。小学校5年くらいの出来事。話戻します。過去のスライドショーの写真は大丈夫か？写真も嫌い。だから撮ってない。でもプリクラなら探せばあるかも。携帯で撮影して PC に転送してからだから。時間がかかるかもだけど、話を書いたらアップしてみる。そういう事情もあり、俺は生き物に対してはすごく繊細だった。鳥大好きだし毎日のように散歩が終わると餌をあげに行った。それからかな、おばさんと仲良く話せるようになってきたのは。そして恥ずかしいことに、鳥も好きだけどおばさんにも好意を抱くようになっていく自分に気づく。おばさん、俺が餌をあげるといつもご飯まで出してくれるの。しかも、俺が食べたことのないような料理。フランス料理とか、俺、朝が一番食べるからすごく嬉しかった。鳥と同じくらい、朝飯目当てで家にお邪魔していた。おばさんからしたら料理で俺を釣ってたんだけどね。俺は見事におばさんに釣られたわけ。あとね、おばさんはすごくいい匂いするんだよね。バラの匂い。マジでこんな匂いする人がいるとは思わなかったよ。匂いで3割は惚れてるかな。鳥も無事にヒナから大人に成長し、餌も勝手に食べるようになりました。でもそれからもよくおばさんの家に行ってた。朝飯美味しいから。俺の家の朝飯なんて、味噌汁プラスご飯に卵焼きか目玉焼きとか昨日の夜の残り、おばさんの両親に会うことはほとんどなかった。お父さんが偉い人だったから、家にほとんどいないし、帰ってきても夜遅いから。いつものように、家で朝をごちそうになっていると、2年前の10月に、自分の誕生日、おばさんからプレゼントされた。何かなって小さな箱を開けると、レナード・カムフォートの指輪だった。俺は嬉しかった。おばさんよく見てるなぁとも思った。散歩行く時に手首にシルバーアクセサリーをしてたんだけど、カムフォートなんてニートに買えません。高すぎる。サイズもどうやって調べたのかちょうどだった。俺は悪いと思う気持ちもあったけど、本当に欲しい指輪だったから喜んでもらった。さらにおばさんのことが好きになった。俺のことを見てくれてると感じて。12月おばさんの誕生日だったから俺はお返しに、手袋をあげた。2万ほどした。楽天市場のランキング上位にあったのを買ったよ。貯金を崩してプレゼントしました。それからも1週間に2回ほどは朝散歩終わると、家に鳥と遊ばせてもらいに行ってました。そして2年前の12月20日の朝に、いきなりおばさんの告白された。年齢もその時に聞いた、41歳だった。当時俺32歳。32歳からしても40代の女性ってやっぱりおばさんに見えるんだよね。その人は綺麗だったけど、やっぱり大学生や20代と比べると色々劣化してる。俺は10年引きこもりしてたから時間が22歳で止まったままだった。これは俺が悪いけど、どうするか考えた。考えさせてほしいと言った。考えさせてくださいと言ってその日は帰った。それから1週間ほど散歩も休んで考えた。41歳の人と付き合うって。世間からすればどう見られるんだろうとか。近所の人だから、徒歩10分くらいの距離。誰かにバレたらどうしようとか、親になんて言うとか色々考えた。1週間だったけど、すごい考えた。円形脱毛症になるくらい考えた。ハゲは親に言われて気づいた。そして返事をするために朝、散歩に行きました。自分の置かれた環境や俺のことを好きになってくれる人がいるということに感謝し、付き合いたいと返事をしました。おばさんは涙目ですごく喜んでくれて、その時にキスされた。おばさんと言ったけど、すごく柔らかかった。付き合ったのが年末です。学生の時などに付き合ったことあるけど10年以上ぶりに付き合った。で、付き合って1日目なのにいきなり親に紹介された。1月1日には、相手の家族と初詣に出かけた。車はベンツ。しかも運転手付き。ボタンで後ろのカーテンを開けたり閉めたりできることを知った。すごく緊張したけど、おばさんの家族はすごく優しかった。おばさんが10年俺が引きこもりをしてたことを事前に話していたようで、気遣ってくれた。おばさんは誰に？おばさんは本庄まなみを少し老けたようにした感じかな。スタイルはスレンダーです。普段はお正月は旅行に行くらしいんだけど、この年は親族に不幸があり行かなかったらしい。1月1日の夜は彼女の家で夜ごちそうになり、お泊まりまですることに。部屋はたくさんあるんだけど、彼女と同じ部屋を案内された。でも自分、潔癖症だからエッチもしなかったし、寝れなかった。彼女とは相変わらず朝の散歩の時と、週末に会っていた。付き合って、半年ほどした時に、いきなり泣かれた。理由を聞くと、私のこと嫌いなの？と言われた。俺は嫌いじゃないし、意味がわからないと言ったら、だって抱いてくれないからと言われた。軽く、俺が潔癖症であることも彼女は知ってるから俺は正直に言った。下の毛を全部剃ってほしいと。
性癖ではないけど、自分はどうも毛がダメなんです。汚いイメージしかない。すると彼女はそれくらいなら喜んでと永久脱毛までしてくれた。永久脱毛は1年かけて行ってくれました。自分もついて行ったけど、かなり痛いらしいですね。永久脱毛行き出して2週間目くらいに初めてしました。久しぶりだったのでよくわかりませんでしたわ。一生懸命頑張りました。体の関係になってからも交際は順調でした。ゴールデンウィークには、北海道と沖縄に連れて行ってもらった。二人で、四国にも食べ歩きうどん旅行に行った。うどん大好きだから、ディズニーランドとかも行った。日本の観光地たくさん連れて行ってもらった。お金は全部彼女持ち。俺は物欲がないので、何か買ってほしいとか頼んだことはないです。でもお泊まり代とか旅行費などで一日でも5万は飛んでると思います。夜は宿泊先のホテルでのコース料理だし、コース料理って前菜とかあって、食べたら次が出てきて、食べたらまた次が出てくるんだよね。最後はデザートだったけど、自分からしたら最初から全部出してほしい。値段を見たら1名で1万5000円とか2万円とか書かれてた。それプラスお酒代とかだから。今年の年末から年始にかけてはまた沖縄に行った時に、彼女からプロポーズされました。嬉しかったけど、俺は無職だから養っていけないからごめんなさいと頭を下げました。でも好きだから付き合っていきたいと。すると彼女は誰かに電話をし出す。5分くらい話してから俺と変わる。電話の相手は父だった。もしもし〇〇です。今彼女と沖縄に来ております。娘と結婚が決まったそうだね。おめでとう。え？ありがとうございます。となぜか言ってしまった。早速結婚式などの準備をするから、帰ってきたらうちに寄って行って。仕事があるのでそれではよろしく頼んだよ。電話切られる。彼女を見ると、なぜか彼女は大笑い。結婚が決まったと喜んでいた。俺は苦笑い。俺は、彼女に仕事とか指輪とか結婚式とかどうすればいいのか聞いたら、彼女は、父に任せていればいい全部してくれるからと言われた。本当に全部、彼女の家がいろいろと今準備をしてくれています。自分は無職ですが、2月から彼女の父が経営する飲食店の店長になることが決まりました。接客はしないでもいいけど、社員とかを教育しないとダメなようです。教育される立場なのにどうしよう。結婚式は、豪華なホテルの予約を取ろうとしてるみたいです。8月8日という日付にこだわりがあるようでなかなか難しいようです。自分はそれまでに給料で指輪を買うのが今の目標です。結婚していいのか迷ってます。マリッジブルーじゃなくて、申し訳ない気持ちでいっぱいなんです。自分の家は金持ちじゃないし、普通のリーマン一家です。相手の家と比べると申し訳なさすぎる。結婚披露宴もするそうで、俺無職だし友達いないし、誰も呼べない。上の方でそういう業者使えばいいと言ってるけど、逆にそれは恥ずかしい。また頭がはげそうです。終わりです。彼女のこと好きだけど、幸せにする自信がない。彼女は一緒にいるだけでいいと言ってくれてますが、これを逃すと俺は結婚も就職もできなさそうだし。少し休憩します。寝るかもしれません。相手は初婚設定？罰はついてないの？ついてませんよ。婚約した彼いたそうですが、親が決めた相手だったのでもう反対したって言ってました。相手は弁護士。友人代表でスピーチしてやんよ。もちろんプラスミンってことはバラすけどな。ありがとう。やることは一つ、店長の仕事頑張って出世する。自信ないですね。なんせ勉強しないとやばい。おい、寝る前に釣り宣言していけよ。で、式場はどこ？関東？関西？関西です。兵庫県。披露宴の場所は相手の親が全部決めるのでまだ決まってません。年明けで仕事も忙しいようだし。ぶっちゃけ10年無職だったやつが店長だったら社員はついていきたくないと思うがな。仕事頑張れ。ありがとう。店員の管理とかどうすんの？コミュ障がケアできるわけないじゃん。34まで引きニートだったやつががいきなり店長なんかやれたら世の中みんなセレブになれる。悪いことは言わんから一番下から苦労してこい。コミュ障はだいぶ治ってきましたよ。学生の頃はモテてたし明るかったので。社長で朝一番に来てトイレ掃除する人いるらしいからやってみたら？自分流でやればいい店長なるかもよ。副店長か料理長かスタッフリーダーかわからんが、サポートの人もちゃんとつけてくれるだろ。通貨飲食は変動激しいから一つ二つ店潰しても気にすんな。店行ったことあるんですが、トイレはビルのフロア全部で共同で使うトイレです。だからトイレ掃除はトイレ掃除専門のおばちゃんがいるみたいですよ。こういうのいいね。潔癖症ってことで綺麗にしまくる。業務実務は下の人の方が慣れてるから、いろいろ任せて時々様子を聞くだけの店長はやりやすいかもね。潔癖症だから他人のトイレ掃除はできません。彼女にもそれだけは伝えてます。トイレ掃除だけはどうしてもできないと。
風呂はするからって。あとね、結納金とかいうのを払いたいけど、いくらが相場か調べたら給料の3ヶ月とか100万とか50万とかでした。これは親に頼むかもしません。貯金50万ほどしかないし。今の店にも店長いるんだろうし、仕事をその人についていろいろ教わればいいんじゃ。支配人とか適当な役職つけてくれるでしょ。現場のことを全部できる必要もないし。一致の一番の仕事は彼女と幸せな家庭を築くことじゃねえの。今の店長は別の新規の店に行くらしいですよ。給料も上がるみたいだし、そこんとこはしっかりしてくれてます。一応自分調理師の学校を出てるので免許はあるんですよ。包丁も使えるし、だから調理ならすぐに覚えれます。立場を気にせず精一杯周りに教えをこうことだな。あっと仕事、トイレ掃除とかはありだ。角の潔癖症も緩和できそうだし、毎日犬の糞相手にしてたお前ならできるよ。コツコツ頑張れ。ってこんな釣り臭い話にマジレスの練習してみた。ありがとう。俺がエッチなら、スポーツジム、経理の学校、に通うな自分の親に借りて、朝、一番に出てトイレ掃除。昼、筋トレした体を使い、絶対にだらけた姿を見せない。昼途中、4、5時間抜けて仮眠や勉強やトレーニングする。時間を売って金もらう雇われ人じゃないから余裕でできる。夜、売上の締めを自分で行い、日の元戸締まりの締めも自分で行い、最後に帰る。自分だけのための日誌を変える前に書く。頭的に経理は無理です。PC でアフィリエイトした方がいいですね。過去に50万ほど稼いでました。お前ら揃いも揃って世間知らずすぎだろ。経営者、オーナーの親族だって理由だけで、経験のない職種の店長やら幹部に突然来る人間なんて世の中溢れてる。その手の場合、必ず優秀なブレインが仕切ってるもんだから、心配いらんぞ。一致。親族経営の会社の幹部なんてみんな飾りだし、社員もそれ分かって働いてる。その通りだと思います。相手の親の気持ちも含まれてると思ってます。俺は同僚もない無職引きこもりだけど、相手の親はこんな40の娘でもいいのかと何度も聞かれてますし、子供は絶望的なので、そういった意味も含まれてると思います。そろそろ帰ってくるのでまたです。皆さんありがとうございます。月50万。そうです。ネトゲに月20、30万3年も使ってたので貯金ないですけど。ちょ、俺んちも宿川。宿川駅近辺に住んでるんだけど、もしかして近い？怖い。足屋寄りです。でも自分の家は貧乏です。過去に自分と同じ職場で43歳の女がいて、旦那は33歳、初産は44歳だった。今は医学も進んでるから40代で初産も大丈夫だよ。頑張れ。幸せになれ。子供は産みません。子供がかわいそうですから。もしくは、箕面？大阪ですよ、箕面って。あそこも金持ち多いようですね。猿の山ってイメージしか。ついさっき彼女帰ってきました。リンカーンって車のようです。ベンツじゃありませんでした。でも、外車だから同じくらいの値段かな？すいませんね、車音痴で。ババアとか思ってたけど、好きになるとさ、可愛く見えますね。お前ら縦読みしてね。本当なのはアフィで年収500万なとこと10年引きこもりなとこだけ。俺が結婚、メンヘラ女と交際してつぶつぶにされたのにあるはずねえわ。女なんて信用してないぜ。なんかいい話だった。一気もアフィ50万とかすごいな。アフィで年収500万の方が気になるわ。って釣りかよ。いかがでしたか？散々釣りではないかと言われていたスレでしたが、やっぱり釣りでした。やはり、こんな夢のような話は現実にはなかなかないのでしょうか。一致には、次回はアフィリエイトについてのお話をぜひ聞かせてもらいたいですね。続いては、こちらのスレを紹介します。今回ご紹介するのは、中卒でニートの一致が、ついにハローワークへ行った時のエピソードです。これからハローワークに行ってみようという方には、きっと少なからず参考になるはず。一体、ハローワークはどんな様子なのでしょうか。中卒ニートがハロワに行った結果。まあとりわけ面白いことはなかったんだけど、簡単なレポを書こうと思う。行ったのは昨日。お前マジで行ったのか、偉いじゃん。観光地気分で来るなクズ虫。観光気分じゃないよ。真剣だよ。中卒ニートか、それでこそビッパーだ。おう。何歳だよ。20代前半。20前半とか、どうにでもなるじゃねえか。将棋神なら棋士になれば？去年までプロ編入を目指して、全力で将棋に取り込んだが、アマ名人戦で予選敗退して駒を投げた。まあ余談はさておき、レポを書き続けるぜ。場所は、新宿のエルタワー23階、東京力飯で昼飯を済ませ、正午過ぎにハロワに向かったのである。エルタワー23階にて、窓から新宿の風景を撮影。平日だが、ハロワは混んでいた。いや、出場者の集まれだから、平日混むのは当たり前か。なんて考えながら入室。パソコン使いますか？パソコンはいつも使ってます。
というかパソコンばっかりいじってますわ。あ、いや、そうじゃなくて。ということは初めてですかね。はい。35歳以上と未満で分かれてますがどちらですか。見た目で分かれよ。未満です。では、給食料、履歴書をお書きください。なんか余裕だなお前。ごめん、記入した給食料をオープしようと思ったんだが、住所名前丸見えじゃねえか。ちょっと加工してくる。というわけで、鉛筆で給食料、履歴書を記入したのだ。上半分、下半分。宅建と英検2級すごいな。高卒認定もあるしエリートニートだな。まあ積んでるけど。ごめん、ママンから電話来たから。お前ら給食料眺めてケチでもつけてて。バイクがあって車がないのか。ああ、ちょうど中間で写真が途切れてるけど、普通自動車はマークシートで乗りつぶす形式だった。こんなやつでも東京の人間なのか。東京は東京でも八王子だぜ。八王子在住で新宿に行くとか、どういうことなの。キャリアアップハローワークっていう未経験若年者向けのハローワーは新宿にしかないらしいんよ。英検2級に驚いた。実家暮らし。そうですよ。八王子ってことは羽生さんの後輩か。残念ながら石田門下、千葉県の柏出身です。普通自動二輪限定なし、大型ってことか。 400cc まで。どこまで話したか。大剣持ってるやん。中卒ニートじゃなくね。なんか普通で面白い。給食料を記入した一致、次のステップに進みます。そうそう、たくさん資料をいただきましたよっと。こいつスペックはかなりいいな。宅建に英検持ってるのはなかなか頭いい証拠。最近の宅建なんかして俺でも受からん。資格について褒めてくれた方々、ありがとうございます。ありがとうございます。ただね、今回のハロワ探検で得た教訓というのが、資格より経験ってことだね。うん、ハロワに出てるところは特に実務3年以上とか取る気ないのかと思うわ。だよなぁ、経験者歓迎ばっかり。未経験で入ってもなんでこれができないんだ云々言われてマジ辛い。未経験者 OK で研修制度のある企業のインフラ系の仕事でネットワーク学んで CCIE 取って海外行けば年収900は行くよ。宅建、英検2級の頭があれば可能。参考まで。続き。では、職員と面接になりますのでおかけになってお待ちください。はい、15分を。どうぞ。40代くらいの男性が面接官だった。よろしくお願いします。31の給食料を舐め回すように見る面接員。いきなり面接とか怖いな。ハロは職務経歴欄が空白になってますが。いわゆる、巷で言われるあれですね。モラトリアムの延長と言いますか。察し。じゃあいつもは趣味に没頭したりしてるわけですね。アルバイトを全くやっことないんですか。日雇いのアルバイトならちょくちょくしてますよ。お、どんなのですか。山崎パンの工場内で軽作業だったり、引っ越しだったり、まあ、ブルーカラーの仕事が多いですね。じゃあ興味のある職種は、製造で登録しときますね。ちょっと待てください。ん?バイクの免許だったり、英検や宅建を使った仕事をできたらいいなぁ、って思ってるんですが。こういうものはねぇ、経験が物を言うからなぁ。ハロワでは、即戦力を求めてる求人が多いのよ。そうですか。そうだよなぁ、資格あってもほんと意味ねえんだよな。ニートはハロワ行け。職員、即戦力希望経験者優先。ひどい話だ。で、卒業した18歳から今までは、具体的に何をして過ごしていたんですか。18歳。ん?ん?どうやら高卒だと勘違いしていた模様。勘違いというか面接官もそうだけど、基本的に高卒前提で話されるよね。隣のブースで、職業訓練の紹介をしてるから、そっちにも行ってみてください。それを経由した方が現実的だと思いますね。ありがとうございます、行ってみます。登録面接はこれにて終了。職業訓練なんて打倒ハム将棋訓練施設みたいなもんだぜ。転職サイトの応募に紛れ込んで就活した方がいい。そうなんだ。アドバイスサンクス。ほう、つまり職業訓練を受けることにしたのか。なんで高校行かなかったんだ。中高一貫校で、激しいいじめを受けて中退した。将棋の段位も書いとけよ。将棋好きの社長とかに気に入られるかもしれないし。そういえば、備考欄みたいなのなかったな。それは趣味と区切らんでOKや。趣味、将棋、アマ名人の予選で駒を相手に投げつけて失格になりました。これでOKや。サンクス。趣味の下の説明文はいらねえだろ。ところで働く気はあるんだよな。もちろん。職業訓練案内ブースでもらった資料はこれ。英検2級はいつ取ったのけ。今年の年始。面接官の口調は優しい感じだった。それとも超威圧的。登録面接員は、面倒くさそうではあるが優しい。職業訓練の面接員は、ほんの少しだけ高圧的な感じ。
でさ、この職業訓練案内ブースで少しショックなことがあったんよ。興味がある職種は、製造ね。あ、いや、これはですね。まあ暫定的に登録したんですよ、まあ製造関連だと仕事に困ることはないよ。はぁ、配管や電気なんてどう？いいですね。一覧表を眺めてた俺は、惹かれるものを見つけた。この、日本語講師養成ってのは何ですか？それはね、就労ビザを取った外人などに日本語を教える資格を取るための訓練。これ、やってみたいんですが。苦笑。いやー、これはね、大卒の人が受けるんだよね。給付金月額10万円ですが、これはもらわなくてもいいので、このコースに入りたい。です。まあパンフ渡すから、いろいろな講習を見てから決めてよ。20代前半なら大学行けよ。その年齢なら新卒として就職できるから。何以下の大卒より一致の方が使えそうだけどな。宅建取ってる公認持ってる英検2級持ってるし。未経験からの公的施設での仕事探しなら、飯田橋の東京仕事センター、もおすすめ。登録すると専属講師が就職までみっちり指導してくれる。どうもありがとうございました。これで以上です。このスレで書いてもらった内容は、じっくり読み返したいと思います。まあでも、さっきも書いた通り、資格より経験は間違いないようですね。若い時に、空白期間は作らない方がいいってことだね。って遅れ気味だが。お前なら就職できるよ、頑張れ。お前らって就職とか大学受験の話題に関しては真面目にレスするよな。いつもこうなら言うことはないんだが。なんか、昔の俺を見ているようで、ほっとけねえんだよ。いかがでしたか？新しい一歩を踏み出そうとしているイッチ。確かに空白期間があると厳しい場面もあるかもしれませんが、まだまだ若いですし、行動すれば何でも挑戦できそうですよね。続いてはこちらのスレを紹介します。ハローワーク。初めて行くときは特に緊張してしまいますよね。なんとか勇気を出してハローワークに行ったイッチでしたが、対応してくれたのはなんと中学時代の同級生でした。勇気を出してハローは行ったら担当者が中学の同級生だった。俺は家でしんしんと泣いた。むしろ良かったじゃないか。面倒見てくれそう。もう働く気が起きない。同級生、こいつ誰だっけな。スペック。俺、32、大学中退、職歴なし。世の中ってしょっぱいね。30過ぎて職歴なしの人間なんているわけないだろ。大丈夫。お前のことなんて向こうは覚えてねえよ。今後俺がどうすればいいかアドバイスくれ。働きたくない。ハロワの仕事も大変だろうな。変なやついっぱい来るだろうし。もう辛い。働かないで生活できるならそのままでいいんじゃね。親が定年間近になって働かなくちゃならない雰囲気になったから、VIP でもアドバイスもらってハロワ行ったんだよ。田舎だからバスと電車乗り継いで行かなかったから辛かった。人混み怖い。受付のおじさんは俺みたいな人間エドラでも丁寧に応対してくれた。リアルで会話するのは親とレジの人以外で本当に久しぶりだったからもう泣きかけた。そんで案内されたテーブルに行ったら奴がいた。担当の〇〇です。あぶ。一発で気づく。ではまずこちらに記入をお願いしますね。うぶえさらさら。イッチさん。え？ん？お前、イッチ？うん。久しぶりだねー。何？仕事探してるの？あ、中学以来だな。大学は？行ったって三角三角。同じ中学で同じ高校のやつ。から聞いてたけど。まあ。書類見て。あ、中退したんだ。ふん。うぶ。これはひどい。今まで仕事は？あ、いや、なんも。ああそう？バイトも？ん？どんな仕事探してんの？バツバツなんか今がソスタやってるらしいけどああいうのどう？事務的なものを。事務ねえ、でも俺らの年代くらいだと実務経験がないと。ごめん、思い出して涙出てきた。知り合いだからって相手の態度でかいわ。資格は？ん？ん？免許も？ん？ん？事務みたいな。ああ、工場のラインみたいなのは。もうこの時点で俺が人と関わる仕事したくないって思ってることわかってるんだな。今思えばいいやつだな。でも俺この行為に甘えちゃったんだよな。言っとくけど事務は人と関わるぞ。それは言われた。完全に会社で細々してるイメージだった。だから俺無職なんだな。いやー、力仕事は。ま、それほどのもんじゃないよ。単純作業だし。いやほんと、自信ないし。でも、いやマジ、事務仕事したいし。ん？なんか他、ない？ん？思えば同級生というより客として来てる態度が出始める俺、マジ死にたい。これはひどい。お前さ、ぶっちゃけ仕事選べる立場にないよ。今の年齢わかってる？ん？職務経歴もないんだよ。バイトしたことすらないんでしょ？あぶ。
マイクロソフトの資格もないのにいきなり事務なんてはっきり言って無理だよ。ふふ。大体事務の仕事って言うけど何するかわかってる？事務ってのはなんたらかんたら。あの。どうしてもって言うなら職業訓練とか受けれるとこ紹介するけど、どうなん？あが。もう一度言うけどさ、俺らの年齢。もういいっす。荷物をまとめて逃げるように退場。マイクロソフトの資格楽勝で取れるぞ。詳しく。エクセルとワードの基本的な使い方分かってればいけるレベル。エクセルなんて関数よりもテーブルとかが出る。もう担当者変えてもらって違う人と話したら。でも言ったらあいついるじゃん。なんなのもう。まあ、肉体労働しかないな。もういいやこの話終わり。また適当にクソすれ立てる生活に戻るわ。でもあれだな、同年代に怒られるのってやっぱ効くな。じゃあな。諦めやがった。だから他のハロワ行けよ。探せば近場にあるだろ。田舎だから他遠い、めんどい、免許もない。友達伝いにバイトでも紹介してもらえる最後のチャンスだったのに。もう死ぬまで引きこもるわ。どうせそのうち地球滅ぶだろ。俺これからなでしこみっから。のし。友達も正しいからなんとも。きっついけど正しいは残酷。 MOS か、ワードなら資格取ったけど対策本買って一夜漬けで大体受かる。ただ受験料高かったな。家で受けれる？試験場、ほとんどが PC スクールとかまで行かないとダメだと思います。詳しくはググってほしいんですが、随時試験とか言って大体毎日受けれるんで頑張ってみるのもどうでしょうか。まあ考えてみるわ、あんがと。どうせ最初から働く気ないくせに。うるせえ同族。48の工場でバイトが正解なのに、他には宅急便の仕分け作業や年末年始の郵便局、とにかくまずはバイトから。人と関わらずずっとパソコンいじれてるバイトないかな。バイトならプールの監視が楽でいいぞ。泳げない。とりあえず動き始めないと体も心もどんどん腐っていくぞ。孤独と貧困の中で死ぬのは惨めだし辛いぞ。今踏み出せなければ次はもっと辛いぞ。明日にでももう一度行って頭下げて探してもらってこい。頭下げるのが嫌なら担当を代わってもらうとかでもいいから。もし家に親とかいるなら、朝起こしてもらえ。うん、そうする。ハロワの職員なんて、ハロワが良いのやつと紙一重だろ。その通り、職案の応対するやつで、厚労省に採用された国家公務員はごくわずかですよ。ほとんどが有期契約のバイトくんばかり。いかがでしたか？勇気を出してハローワークに行った一致でしたが、心が折れてしまったようです。しかし、ここで諦めてしまっては、状況は良くならないですよね。どうにか気を取り直すことができたらいいですね。今回の動画は以上です。このチャンネルでは、今後も2チャンネル、5チャンネルの面白いスレや感動スレ、伝説のスレを紹介していきます。よろしければチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。